石井良次と福島信弘の普段んぎだんぎ皆さんこんばんはごこすまの石井良次です皆様こんばんは MBS アナウンサーの福島信弘ですはい。よろしくお願いいたします,しお,願いしますお久しぶりの普段んぎだんぎなんですけれどもいつもは生放送でね、はい、お送りしておりますこちらの番組なんですが今日は、うん、言ってしまいますが収録で収録,録はい、録音録音でお送りしております、はい、なんでかと申しますと、ええ、これオンエア十一月の 二十日二十日ですよね。はい。ですからこの日はですね、まあ前々からオンエアビ日トして決まってたんですけど、はい。あのちょっと私が野暮用が入ってしまいまして、はあ、もうこれを野暮と言いますか。えー、これは大事な大事な。そうなんです。言ってください。はい。ええー、M1 グランプリ準々決勝の日が今日なんです。来週。はい。準々決勝。そうなんですよ。 進出してししてままいましたのでだからこれ流れてるこの時間に m 1の準々決勝を福ちゃんは戦っているそうですね確か開演が18時半とか19時とかそれこそそのぐらいなんで、うん、ちょうど今ぐらいじゃないですかねすごいやんかいなはあはあ言ってるぐらいです多分今すごいやんちょっとちょっとちょっと一から聞かせてほしいね僕はこの今回のこの m 1に出るに。 なった。その経緯。あ、もとね。それからどう勝ち上がっていっているのか等々。とうとう元々で言うと、うん、私はえっ、ー、と、ヤングタウンっていうコンビで出てるんですけど、はい。ヤングタウンっていう番組を担当しています。はい、で、それも月に一回だけなんです。はい、えー。ヤングタウン、日曜日は笑福亭鶴瓶さんがご出演になってて、はい、で、私、そこでずっとアシスタントやってたんですけど、代替わりをしまして、はい。で、森本翔太君という、もう今いなくなったアナウンサーが担当していたんですけども、はい、その時に鶴瓶さんが一日。 ややったらええやないかと福島っ治はおやというのをまあ私だけじゃなくてもう一人落語家の三遊亭トムさん当時ねっていう人がいてその人にやらせようと相手仲いいんやから福ちゃんでええやんかというふうに言ってくださった。で二人で B 面っていうのをやるようになったんですけどこのヤングタウンの中でその。 三遊亭トムさん今名前が掛かって金賞亭万藤さんと私が仲良くなりすぎちゃったんですよ。ものすごい酒飲みなんですね万堂さんも。で私もお酒飲むから、うん、2>, 2人とももうベロンベロンになるまでお酒飲んで仲良くなっちゃったもんだからああそれを見たあの鶴瓶さんが「お前らそんな仲いいやから漫才ぐらいやったらどうや m 1デート」こう言ってくださいったんですよ。 私はその辺おぼろげだったんですけどそういうことらしいそんな仲い縁やったら二人で漫才でもしたらええやないかと鶴瓶さんがおっしゃった M1 出たら映画なということで M1 に出ることになったのがそう言われたせなあかんはねそうなんですそれが2018年2018から出てんねやじゃはいだと思いますでその相方万藤さんと私が一緒にまあこう漫才やるようになったんですけどちょっとね今日はね私一人で喋ってたもあれなんで実は電話繋ないでますあれまちゃんと金賞店万藤賞どうも 新商店万道でございます。あらら、<laughs> よろしくどうぞ。 石井と申しますどうもご無沙汰してます先日あの午後スマの前にあのお邪魔させていただいてすみません失礼しましたいやいやとんでもございませんあのねやっぱりねマンドさんすごい人気あの増田岡田の岡田さんとか鈴木さりなさんがいる曜日だったんですけどみんなにやっぱりいじられて可愛がられてこの人の強さというのはこういうとこなんちゃうかとあの5分で思いましたよいやあの金正亭マンドがよく聞こえない滑舌が悪くて金正亭バンドみたいなあの下りをずっと5分ほどやらせていただいたの石井さんがずっと ずっと見てくださったわけ。いや、笑ってたよ。入ることも。な笑ってたよ。笑ってくれてました。笑ってました。いや、これ、びっくりした。繋がってんの。そうなんですよ。繋がってんす。今日はありがとうございます。本当に、あの、こういう形で出させていただいて、今ちょうど僕もちょっと落語会中で。大丈夫ですか。時間は。いや、大丈夫です。あの、久々に落語をして活動してます。最近、落語やってないですよね。全然。あの、完全に口調が早くなってます。漫才の仕様になってて。さっきね。あ、落語に影響が出てきてるんですね。 そうですね。ちょっとあのこれから今、僕、今日神戸喜楽館なんですけど、鳥なんですけど、はい、はいおすごあのそうですね、あの落語の一応稽古をです、ね、この喜楽館の前でやろうと思ったんですけど、うん、僕なんか途中で。 なんか急になんか集中力なくなって漫才の練習気づいたらしてまして、ね。<laughs> わ。はい、まあそれは、はい、だってねこれね収録してるのは11月17日今11月17日、はい、つまり金曜日の夜です。うん、で、はいえー、流れての月曜日の夜ね今流れてますが、はい、月曜日の夜が準々決勝であるということで,でつまり3日後3日後が準々決勝という状況です。そうなんです、ね。先、はい、ねあのなじゃさんのラジオにちょっと お邪魔させて,いいてチキチキジョニーさんがね、はいはい、なんか2人のヤングタウンというコンビの2人の漫才は、もうめちゃくちゃウケてると、もうとにかく、やっぱり手応え、ここまでありましたかいやあの正直、3回戦はですね、うん、ちょっと福ちゃんともあの終わったときに、あもうだめだったねみたいな。 これからどうすんだよみたいな、なんか福ちゃんなんかもう悔しすぎて、もう相方変えようかなとか言ってたんです、そうなんですよ、来年別の相方で出ようかなとか言ってたんですよ、3時ぐらい、もう結構落ち込んじゃって、2人で、2、4か月で出たんですけど、その後半球で、もうずっと2人でぶつ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 悔しい思いを前に座った女子高生がすごくけげんな顔で2人を見てましたけどね、そうなんですよね、で何が悪かった、なんか間がおかしかったって言ったんですけど、結果、今、3回戦の動画ももう上がってるんですけど、 あの思ったよりも全然ちゃんとなんでしょう別にそんな間も崩れてないっていうことは僕らがあの稽古すぎて、うん、もうなんかコンマ何秒とかのズレを自分たちで気にし始めちゃってる <laughs> い状態になってます、ね。そ,すその三回戦合格で今度準々決勝ということでいいですか。そういうことです。おお<ー>よかった。もう結構絞られてるんでしょうこの時点で。いやでも、ね、今八千五百四十組中の百二十三組です。八千五百四十の百二十三組です。おおもう どうですか、な、七、七十分の一ぐらいになってるわけですね。まあ、まあ、そうなってますよね、それで。ちょうど今日発表あって、準決勝は三十組上がるみたいなニュースが出てて。百二十三から三十になるかどうかの。の一、うん、組に一組が。準決勝に、ね。しびれるな。しびれますね。で、この準々決勝,勝ってつまり。準決勝でしょう。で、準決勝で負けた人っていうのは、敗者復活っていうのがありますよね。そうですね、はい。だから。 まあ、準決勝で勝って決勝行くのはもちろんなんですけど敗者復活したら地上波のテレビもあるでしょ。 我々の最初の夢がまずその福ちゃんを MBS のアナウンサーに、ね、ABC の番組にあ漫才師として出るというのが最初の夢ですから。<laughs> ね、もう準決勝に行くことによってその夢叶っちゃうんですよね。そうなんですよ。か。めっちゃ大事やねこのつこの準決勝だ。だから僕今古典楽を稽古してたのに福島くん来ちゃったんで登場間違えて。もうネタの <laughs> ネタの会話がそのまんまね。大変やな,なだからちょっとおかしなことになってますけど。いや、えー、そうですよ。 これえごめんなさいね2018から組んで18、19、20、21、22っ5年連続、も出てんのいや、そうなんです、えー、とです2018に出て、2022年まで空いてました。コロナ禍とかもあって、それで、まあ、2020年、去年また出たんですけど、やっぱり同じ3回戦で落ちちゃって、そうなんだこれ,これじゃだめだっていうことで、うん、ちょっともっとあの気持ちを強く、本当に M−1 に向き合おうということで、われわれ、あのー よく漫才師の方が作ってるあの舞台衣装のお店でお揃いのスーツを作り、うん、そして、あのー、これ、よく MBS さんも許してくれたなと思うんですけど、あの月1で何ネタ卸2本の漫才ライブを、あのー、<え>毎月重ねて、何枚やってたんですよ、はい、毎月。その中からできた一本が今回なんです、そうなんですこれ、相当なことですねそうですね、だからもう、あのー、ABC さんの,方のなんのスタッフさんからちょっと聞いたんですけど。うんはい あの二人本気すぎるってまこれはだから曲穴であろうが他局であろうが、はい、もうやっぱり本当の笑いの実力勝負やからまずそもそも MBS が福ちゃん優しいよなその他局の大会に出ていいと言うてくれたそうでだね。 深井懐深いな深いなと思いますね,ねただ2018年出た時は、うん、あのうちの所属長が西安志アナウンサー西さんがその編成局長に、うん、あの福島が M1 に出るって言ってるんですけどどうですかって言ったら、うん、まあ片手間でやるような漫才やからそんな上まで行かへんやろ大丈夫やって言われたらしいんですよ<ー>それの言葉を聞いた時に私はちょっとうんと思ったんですよね、うん、片手間とはどういうことだと思ったんですよでもやっぱり結果3回戦ぐらいでやっぱ 止まってしまうのは、これはやっぱり片手間だったんだなっていうふうに思ったので、今年3回戦でも本当はすごいんですけど、やっぱりほら見たことかになっちゃった悔しいからね。ねうん、で今回はその三回戦を突破して次が準々決勝、うん、もう八千五百四十分の百二十三まで来てる。うもうすごいね。それ勝ち残れるのが三十であるということ。これ自信はどうですか？自信は。 いやもうでもやるだけやってるのとただまだまだちょっと一個のセリフとか悩んでたりするのでそんな世界なんだすごいね実は明日とあさって僕の広めの落語会があるんですけど、うんえー、急遽あのヤングタウン出演しますあ <laughs> 落語会に福ちゃん出てる <laughs> 漫才あの要するにあれか どんだけブルペンで投げてもあれなのでお客さん前で一回練習しとこうというね僕らやっぱり、ね、っっぱ劇場がないですから人前でやる機会が少ないので <laughs> いあんなそうそうなんですけどだからねそうです最近すごいよね、うん、なんとかねそうそうもう毎日のように本当に会ってますから毎日会っててでもう MBS でね会議室とかもこれ一応業務で私やってるので、うん、あそうなんや、はい、だからあの勤務担当表みたいなのがあるんですけど、うん、そこのところにあの m 1準々決勝って書いてありますから かっこええやん。はい、そんなアナウンサーどこにもいてへんだよ、はい。そうなんですよ。ネタ合わせって書いてありますよね。ネタ合わせは社内でやってるんですよ。うん、会議室とかでその会議室の椅子を組ん並べて、うん、で社内で働いてる社員に何人かに声かけて5分だけ時間くださいって言ってわあって集めて、うん、結構それでね156人集まったりするんですよ。あの結構あの文化祭も文化祭とかの人気者ぐらいのレベルで結構人が集まって、ね、そでそこでの <laughs> そのお客さんの反応を見てるわけですかそれともそれを録画してあそうなんや、うん、でここの言葉ちょっと変えようか、うん、まあ変えようかやってやっぱこのボケ受けないなとかやっぱこのツッコミワード違うんだなみたいなのをいや今やってるところですだから大きく言えばあのマントさんまず東京から来て,来てるってこと 僕は今もう今年はそれぐらいかけなきゃだめだということでこれはもうお見そりしましたすごい、はい、すごいですよだって私たち漫才の冒頭を<え>去年までは「どうも ABX 所属の落語家三遊亭トムです」うん、で私は MBS 所属のアナウンサー、えー、福島信広ですって言って始めてたんです二人合わせてヤングタウンですって言ってたんですけど、うんうん、今年からはそれを完全にやめまして「はあ、どうもヤングタウンです」 あのさ、っていうのでも始めるんですよ。それはいい、ね。もうだから、自己紹介やめたんです。それはなんで。そういう肩書きにこだわっちゃう。そこで、ちょっとでも、お客さんに笑ってもらおうとしてる。のはもう、漫才に対して、失礼なんだ。っていう考え方のもとに。いきなり本題行った方が。店舗も、ええ、のかな <laughs> そうそうそう。はい、いとこいスタイルで、今やってるんです。はい、なんか、でも、あの、改めて聞くと、ちょっと恥ずかしいね。<laughs> いや。でも、やっぱ、そ、そこは大事よ。 ド東さんこれ僕いいと思うよだからあなたのために宮崎まで行ったでしょそうそうそう地元昨日おとといとね宮崎に出張だったんですちょっと県庁の仕事でで行っててでタ合わせができないんですね私出張中だから夜はちょっとスナックで向こうの県庁の職員の皆さんとの交流会があるんだって話したらド東さんが「あじゃあそこでネタ見せできるな」って言って「うわ俺宮崎行くわ」って言って。 すごいねごいだって午前中東京かどっっでで仕事だったでしょ、うん、いやろあの神戸で仕事だったので神で宮崎行きまして次の日の朝また神戸で仕事だったんで本当は神戸神戸だったのに神戸宮崎神戸って謎の仕事に僕ちょっとごめんなさいほんまなんかなめてましたわなんかちょちょってなんか2人で練習してやってんのかなそうじゃないねまずね。 去年まではちょっとやっぱり結構体がいいんですけど本業に負担がそれはテンポが早くなっちゃうテンポも早いですしあと明日に関しては僕鳥ネタなんですけど20分もらったんですけど漫才やることになって15分になりました短めで移動でゴツ疲れてネタ合わせするために寄せ断って逆に福ちゃんこれでアナウンサーの仕事に生きてるとかない あこれがですかこの子どそれがえやどうでしょう逆にアナウンサーの仕事が漫才に生きてるはありますアナウンサーあそれはそれはすい福島さん石井さんえすいませんちょっとあの呼ばれてしまったのでああ出番だ出あそうですすいませんちょっと形付けでどうもなさい工場並んでいますおおそんな時に出ていただいたのすいませんねうんたまには落語家をやってないすいません頑張ってくださいすいません失礼しましたさんゆ金商店万藤さんありがとうございました。 お相方さんがちょっと今日忙しかったんですけど急遽電話に出ていただくことになりましてららすみませんいや,いやそうなんですいや、だからさっき言ったその自己紹介運のあるやん、うん、例えばニュース番組とか情報番組とか何でもいいんですけど、はい、番組で、うん、こんにちはなのかこんばんはなのかがあって、はいうん、その後それでは今日のおゲストコメンテーターをご紹介いたします〇〇さんです〇、はい、〇さんですってあるやん、うん、やりますね僕はんかあれ見ててあのー 今日のゲストコメンテーターをご紹介しますって、なんで言うんやろうって思ってんね。だから、もうそんな、無駄やん。まあ、確かに、一人一人言わなくても。いいこんばんは、まるまる、スタートです。ええ。何々さんと、何々さんです。お願いします。でやん。はい、はい、はい。あの、こんばんは、まるまるという番組です。それでは、今日のゲストコメンテーターをご紹介します。っている。 その一言がねもう別にいらないいらんだからそういうのと相通じるもんがあるのかなとつかみでミスをしたくないですよね無駄やん時間が確かに確かに今ましてやねもうとにかく最初から本題に入らなきゃいけないグランっていきたいからそんなんとかで今の漫才の話聞いてたらそんなん相通ずもんあんのかなと思って確かにものすごく言葉を削ぐんですよ M1 は特にもうね ででも漫才やったんです、うんす我々もういろんなとこで、うん、とりあえず漫才ができたらどこでもやるから、うん、国立演芸場でも我々漫才やってるんですよね。いねそなでその国立演芸場で漫才やるときはそれこそまあゆったり構えてじゃないとお客さんもそのテンションで見てるから、はい、あもう,そういう客層ってこといきなり鈍調が、まあ、ちょっと。 上がらなかったことをいじるとか、お客さんがトイレに立っちゃったことちょっといじるとか、なんかそういうのも軽く入れながら、時事ネタを放り込んで、ちょっと流行り言葉も入れつつみたいなこうやり取りをゆっくりやっていくんですよ。でなんかこうお互いをいじり合ったりとかして、でそれをやると M1 は4分しかないので、順々決勝の前、まだ違うわね。もうねこんなことして絶対無理なんです。なのでもうぎちぎちに考えて作ってるんです。みんな、そいでそいで。はい。で多分その上にきっと やろうな 4, 4分でもその余裕が何か出せるかどうかとかいうところの戦いもきっとあると思うんですけどもう我々は本当にもうここは我がいいかががいいかもうじゃあちょっと違うかとか<ー>もうそんな話ですよ。それネタってどうやって誰が作ってんのネタはどうやって作ったんだっけな多分坂東さんと私が会議室でいろいろしゃべりながら。うん 考えたんですよ最初<ー>でそれをちょっとまあ文章化するんですけど坂東、うんえー、さんはパソコンが使えないので、うんえー、パソコンが使える人に台本を打ってもらって、うん、でこう綺麗に台本の形にして、うん、でそれをもとに 我々がずっと練習をしながら客前とかでやりながらここが受けなかったから公開を交渉ってやってきたんですけど。繊直しして。今も、えー、と準準決勝に進出が決定した段階で、うん、ライングループで M1、うん、緊急対策会議というライングループを作りまして、うん、私とマンドウさんプラス、うんえー、お笑いマニアの人たちをそこに入れ。あ、そこはマニアの人。マニア。そんなに僕らもね、チャンピオンとかと知り合いじゃないから。うん、で、まあ。 過去準決勝に行ったことがある人とか,なんかそういう人にも入ってもらったり我々は人脈を利用してえそこで言ったらさっき言った会議室での練習会を動画で撮ったやつを上げてどう思いますかここがあんまり受けないんですけど何かポイントありますかとかっていうのを皆さんに聞いて。 とか台本もだから第1項を作ったところから今第8項まで作ってるんですけどもう書き換え書き換え足して書き換えをずっとやってだその吉本の芸人さんたちが本来劇場とまあ相方同士だけでできるところを我々はもうそういうので埋め合わせて,てそのマニアの人っていうのはプロの人なのそれで飯食うてる人ではないプロではないいそこがすごいね <うん S 1> まあ言ったら、まあ 放送局のディレクターだったり漫才のプロ放送作家ではない人が趣味で「r 1出てる人とかそういう人にちょっと入ってもらってとかあとあれですよガーベラガーデンの上村さんも入ってもらって学校の先生学校の先とか塾の先生やってる方のね上村さんに入ってもらってみんなで会議をし「これどう思いますか?」とかその作業ってめっちゃ楽しいやっぱり苦しいあ苦しいめっちゃしんどいです はあ、全然進まないし考えて考えて考えてこれだったらいけるかなと思ってかけても受けないとかもあるから苦苦ししいいやめっちゃ,くちゃ苦しいで,でもその変えてみてポンと受けたらそこは嬉しいの最高に楽しい。<laughs> やばいぐらいやっとるねやっとる過去一 <laughs> 過去一部私は今過去一仕事してるな過去一誰が仕事してるもっとしてますよ一年中いろんなことを忙しいんだだから今 <laughs> 本当にそう,そうなんです苦しいんだまあ苦しくもありです海の苦しみではありますがそ,、うん、してそれが結構 <laughs> とっても楽しいことが先に待ってるって分かってるからやめられないんですけどね<ー>本当に漫才師 ですこれはだから今ネ,ネタはどんなんっていうのを聞くのは野,野望ですからまあただネット上に動画はも当、うん、てて最近の本当ト M−1 はね、うん、もう大変で 1>,、うん、1回戦の段階で、うん、そのグループがあるんですけどね 1>, ああ1回戦っていうのもかなりいっぱい出るんですけど、うん、そのグループの中でトップ3に入るとまずこのトップ3の動画は上げられるんですよネット上に YouTube に2分ネタがもうネットに出るんですよ。うんうん でそこに今回我々は初めて入ったんですよ。そのトップ3の中に。あ、一回戦トップ3通過したんだ。一回戦トップ3の中に入っちゃった。な何やったちなみに。何やったってどこと。何？一位、二位、三位。それはわからない。わかんない。多分二番目だったから。もう二通過したんだ。わからないですけど。でこれが出ちゃった。で三回戦の様子っていうのもこれは全員出るんですよ。三、うん、回戦まで行くと全部出るんだ。全部出る。大阪会場、うん、東京会場、全部出るんです。えー、で。 私た,ちで私たちは他の漫才師の人たちまあ特にもう吉本とかでバリバリやって優勝候補とされてる人たちは1回戦2回戦は手を抜くという意味ではなくてまあ手堅く取れるネタでポンポンンっていくんでですよなるほどね3回で動画が出るの分かってるからお客さんたちが動画を見ないようにその本戦で戦わないためのネタをそこでかける。で3回戦は3回戦用のネタをポンってやるんです。 これが準決勝とか準々決勝とかなってきたときにやっとこれが今年の一番のネタっていうのをバーンって当てにいくんですっ<ー>やらないともうお客さんがみんな動画で見て慣れちゃってくるから受けが下がるっていうことが最近はあるんですよ昔なかったんですけどそんなこと<ー>これがマジでめんどくせえなと思うところで今もうだからアナウンサーじゃなくて芸人の喋り方になってる言葉が汚いですけどもマジめんどくせえなと思うところなんですけどもう僕らは そんなにネタをたくさん作ることはできない、うん、ので、一本のネタをひたすら M1 に向けて研ぎ上げて研ぎ上げて、一本型で差し込んでいくっていうのを今やってるっていう状態。もう一本ネタで一本ネタ、一本しかないです。一本しか作れない。<laughs> そんな芸人さんとちゃんと戦えるような刀は私たちの力では一本が限界だって言って、もうこれは決めようっ,つって。<ー>でも一回戦で二分、うん、で三回戦になると三分、うん、準々決勝で四分。 でここから準決勝も決勝も4分なんですけどすごいね 1>, 1分ずつ増えるんですよね、うん、ちょっとずつ、うんうん、そこま,またちょっと変わってくるわけでしょこれがまた大変で途中までで一応落としてんのにね3で落ちてんのにそれを4にせなかそうでしかも後半で落とすわけにはいかないのでここ受けたってなってももっと面白いものをここで1分足さなきゃいけないですへえいやもうちょっと 何の話してんのかよくわからなようになってくるぐらい福ちゃんの <laughs> なんなんやろうそのわけわからんでしょわけわからんけどそれでも言葉でなんかこう伝える楽しんでいただくという点ではねアナウンサーもおデニさんもあれやからすっごい勉強してんねやろうなそうですね他では味わえないスリルてスリルもあるしな感じているあれでもなんかさ準々決勝に行くってなったって。うん 時になんかずいぶんネットニュースで僕なんか見たのよ。ああ、そうで、ね、でそう、ああ、おお、福島くんネットニュースになってる。あれで結構周りの反応、おいおい、福ちゃんどないしてんってなれんが。あ、めちゃくちゃなりましたよ。せやろ。ずっと連絡取ってない人からいっぱい連絡来ましたよ。<laughs> 本当にえらいもん全然連絡くれない後輩とかも「なんんての福島さどうしたすごいですおめでとうございます」みたいな「頑張ってくださいずっと応援してました」みたいな「嘘つけ」言うて「う嘘つけ」言うて「ご活躍はいつも拝見しています」みたいなそんなのが来たりとかしてまあ家族もやっぱりね実家の親戚もみんなやっぱりネットニュースで見て何やってんだとは思ったと思うんですけど。 でもおばかかかから面白かったたよとと連絡が来たりとかでもだから前,前も前に言うたけど一回準決勝行ってんだよね2002年やったっけどまあそうですね、うん、えと2007年,2007年2009年、はい、その時とはもう全く違うもんやという感じええー、まあ M−1 というものがちょっと変わってますね大会自体が。テクニ ギミックに対するとりあえず面白いことをやればよかった m 1がもう今は技術技術点がなんてえでなんかその芸術点がなんてみたいなお客さんの受けがなんてみたいな,なんかその点の配分があるんじゃないかっていうぐらいに全ての項目をきちんと押さえていなくては上に上がれないっていうちょっと聞いていい、はい、その3回戦今回勝って準々決勝でしょ、はい、3回戦ってどうやって審査されんの お客さんの笑いお客さんが審査するのそれとも審査員が審査するのこれはですね、審査員がいます、はあえー、放送作家をされている方などだと思うんですが何人かいる何人かいらっしゃいます、はあ、その人たちがとかまあ、ABC の人もいるのかなが、うん、あの今日の審査員って言った張り出されてるんですよ、はあ、で、その人たちが 多分点数をちゃんとつけて全員に順位つけるんですよで、それで順番言ったら本当に M1 の本線のと同じようなやり方を多分やっているそうかだから客受けがすべてではないではないや、はい、ただやっぱりお客さんが受けるとまあイコールになることが点数のまあ多少加点はされるかな一回戦なんかほとんどお客さんいないですからねへえ、そうなのよ全然いないですよもうすっかすか一部のコアなはお笑いファンがちょこちょこ で友達が出るから見に来た人がちょこちょこあとは芸人さんがいるちょっと聞いていい 1>,、はい、1回戦は8540組受けるわけやん、はい、あなたも行くわけやん1回戦 1>、はい、だから他かの人の漫才を見るわけやんはい、もうどうしようもない漫才もやっぱあるわけ1回戦ってほぼどうしようもない <laughs> もう正直言ってこれはもうなんかあんまり言うと偉そうになるから嫌だけどやな,いいけどな一応私の実績から言えばです、うん、1> 1回戦でもう どんなんやねんど,どうしたんだよっていうのは結構いる <laughs> 2回ぐらいしか練習せんと来てる人かないやーどうなんでしょういや多分、うん、ほとんどめちゃくちゃ練習してきてるんだけど、うん、間が崩れたりセリフが飛んじゃったり人前でやってないから受ける箇所が分からなかったりっていう人が多いですあ,<ー>あとネタが飛ぶ人が結構いるあと記憶飛んで言葉出てこあとのとあ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 とと もう回収できないんですよ。でも2分まあやったことないかわからんけどやっぱり舞台立つちゃうんと。もう2分はあっという間です。あっという間やろ。漫才に要要それで飛ぶなと思って。飛ぶ飛ぶわ。は飛ぶんやそれは。それは素人に毛の生えたような人って飛ぶに決まってますよ。あんな環境。<laughs> だってお客さんもなんかまばらにしかいないし、で上の方で腕組みして見てるおじさんもいれば、はあ、で。 袖が怖いんですよやっぱり。あ袖はプロたちやから。袖はプロもいりゃアマチュアもいて、ねうん、みんながなんかすごい髪の長いなんかガリガリの男がいれば、妙に太った男の三人組もいれば、いろんな人いるわな。なんかめなんか変に綺麗な女の人がいたりとか。<laughs> いろんなコンビいろんなトリオがいるしでやっぱりね吉本芸人さんの周りで仕事してる人たちはもう慣れてるから芸人さんに対してまあ業務的じゃないですか「はいじゃ次何番から何番の何々さん何々さん何々さんお願いします」舞台袖にも立ったことないような人たちがそこにいきなりグッて行かれるる。でバンって上がったらパラパラの拍手で真ん中にマイクが一本で自分にライトがダンって当たってる空飛ぶわっていう感じですよ。 もうなんかあの映画やなそれ、うん、あの漫才の映画とかなあのひばなとかあるやんああ本当そ,うそうんな感じやなまさにあれですでやってみて改めて本当のいわゆるプロの芸人さんの漫才してすごいなって思う、うん、思いますよやっぱりすごいですまた私この一ヶ月ぐらい、うん、家帰ったら漫才しか見てないんですよほとんど漫才過去も,とかも,もう申し訳ないけどニュース番組とか見てないんですよ。 見てない一切見てない家帰ったら即 m 1過去の m 1ああそこ行くんやはい1回大会からもうずっと全部これでもめちゃくちゃ偉いよね傾向と対策じゃないけどさまずは m 1の今までの歩みを確認し傾向と対策赤本ですよこれしっかり見て過去問解いてこの後のボケの間はどれぐらいだってのちゃんと確認をして時代の流れもこう変わってきたからこうなってるんだとかこの人たちがこういう展開を作ったんだとかそうなると この人たちはじゃあどうやってその展開に行き着いたんだっていうので今度はまた YouTube で過去動画をまた探し出すすごいなそういう文献的な調査を行うわ、ね、あなたそういうのすっきゃもんな深井すっきゃねんあの <laughs> <laughs> そうそうやっぱすっきゃねや,やっぱすっきゃねんなんですわそのいわゆる 国語のなんか歴史とか調べるのと一緒で漫才というこの m 1 2 0年ぐらいですか今歴史25年ぐらいかな、うん、2001ぐらいか,、ね、だから22年間のあれをちゃんとやってんだ。一旦この m 1という、まあ、漫才が競技化したこの流れを一旦きちんと理解しておかないことには、うん、この戦いは勝ちきれないなというふうに思い はあ、それをまあ見てですねえらいな今年えっと去年その前の年ぐらいの敗者復活は一応全部またもう一回見直して敗者復活まで敗者復活も大阪チャンネルっていうのに入ると見られるんですよ大阪チャンネルあるな大阪チャンネルに入る友近さんのなんかあの友、ー、近さんの単独ライブとかが見られるよ <laughs> タイタニックのパロディみたいなやつ見られるやつやろ <laughs> そうですそう,そうです あれを船と氷山ね,ねあれを見てるために入った「大阪チャンネル」にもう一回登録し直して見て、うん、で書き起こしであ<え>こうやってあこの人のこの,<え>このネタがちょっと近いなと思ったらある程度書き起こしてあここで振ってこうなってんだっていうのをこうある程度考えてじゃあ僕らはどういうふうにネタ作ればいいかとか、うん、もうそっちにばっかり頭がいっててすげな仕事にならないです。仕事してよ えー、アナウンサーの仕事はしてますしてんの、はい、仕事定時ニュースも読んでるっちゅうねん定時ニュースもなんでやねんというか言,う言わないです <laughs> <そ>ボケたりしないですよ、ね、その、あのー、いわゆる研究する中で、うん、あこれは神がかっとんないう漫才は二千何年のなんやのそれ聞いときたいわ僕もう一回見たいからか 僕も毎週そ毎年見るやいやでもねだからもう本ん毎年決,ん決勝に行ってる時点でもう神がかってるんですよ全部ああそうかもうあの決勝の漫才なんかよくほら最下位になった人をバカにするようなコメントを書いたりする人たちがいるでしょよふざけんなっつうんですよああそ,そこまで何人の漫才師たちが死んでると思ってんだよその屍を超えて上がりきったあの人たちの漫才は全部完璧なんですよもう火の打ちどころなんか待っ たくないんです。すっごいんですよ。ほんで、目の前に松本ひとさんいて全国ネットでもう夢見ました。もん私、この間、あの決勝の舞台に立ってるところにいる夢。あ、そう。でも漫才師じゃなかった。その時、を今田耕二さんの横にいた。だ上戸彩の位置なんだよね。なぜかわからないけど。 多分怖すぎて真ん中には立てなかったんだと思いますけど。エミクジを隣の人に渡す。そう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 。シーのあですっていうやつをやってました <laughs> なんかな。知らないけど。そう,そうあのあなたこれ次準々決勝でしょ。うで準決勝行く。買ったら決勝やん。はい。これ決勝とか行ったらすごいね。まあ、すあのどうすんの？アナウンサーやめんの？いや、えー、ここは揺らぐと思いますよ。多分やめない。だって一本しかないんですもんネタ。<laughs> ネタ一本ですよ。ネタ一本でや会社辞めてあとどうするんですか。いやネタが一本であろうが十本であろうが <laughs> それはそそのセンスみたいなとこあるやん。いや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 そんなことない。そんなことないそんな甘い世界じゃないっ一本できたら十本できるのちゃんの。だって M1 で決勝まで行って最高に受けて、うんうん、正直そんなに売れてない人たちだっていっぱいいるじゃないですか。そうか全員売れてへんか。そんなことないです。あそう。なんかだって。 見てない人いるでしょ。ああ決勝行った人では、決勝行った人優勝した人みんなすごい。まあそれちゃんとね生活できてると思うけど。まあな。あそうかそうか。そうなんですよ。そうなんです。優勝したらどうすんの？これ優勝したら、うん会社いたらでも他の曲から呼ばれて出にくいですよね。辞めるかその時は優勝したら辞めましょうか。それは。それは優勝したらね。優勝したらな。ただ それね今日西さんに呼ばれたんですよ私の所属長の西部長西部長に呼ばれたんです西センター長に呼ばれてで福しゃんつってごめんちょっと話あるんだけどすみませんんですかっったらもしこれ万が一優勝した場合賞金が出るんだけどここまでラジオの事業としていったん社業として漫才をやってきてるから普通に行くとこれ優勝して 1000万折半になって500万入ったとしたらこれ会社に入るとうちの規定ではなるほどそれやと君辞めるやろこの会社ってえらい立てこんな話やでそれそ<う>今すると言ってるけどだから俺人事に今掛け合ってるからって言われて <laughs> 言うてえのかそんなことラジオであらそうっか 社業外の収入として彼の懐に入るかどうかっていうのを今頑張ってるから安心して優勝してくれって言われましためっちゃ泣きそう,そうなんです <laughs> 西さんちゃんと縁の下の力持ちサポートしてくれてるなですよでもっと言うと 優勝もあるかもしれないと思ってるから、そんなことするし。そうなんですよ。で、やめてもらっては困る M. B. S. の宝やと思ってるから、そんなこともするし。そ,そうそうそう。いろんな意味で日産優しいな。日産だけじゃない、もうこの会社の人、全員応援してくれてる。毎日会社で、誰かに頑張れって言われる。ほんま。はい。そういえば、今日なんか、あのー。いつもと違う、なんか、ギラつきがあるもん。あ、そうですか。いつも、この僕らラジオや、なんか、あのー。 あ、アホみたいな、か、あの、のれん探偵みたいな格好して。終わった直後に。あれも仕事です。よむしろあちらが本業です。私はあれで、何やってるけど、今日なんかな。雰囲気ちゃうぞ。なんかね、なんかあの、怖い。なんでですか。なんというかね、こう、すごいものに立ち向かおうとしてる感じが出てる。そう、だからね、最近で雑談が面白くないんですよ。あの、ネタのこと考えすぎちゃう。もう、ずっと、ネタの話しちゃうから。 雑談がすすっごいいつまんないんです最近なでよもう肝もそぞろやわみんなが弾いていくの分かるんです M の話しだした時に「<な>ああもう分かんないです」って感じになっていく「うんね、あのネタってどう思う?」とか「あそこの展開がさもうちょっとあのもう少し深みがあった方がいいと思うんだけどあそこで振ってるところが多分弱いと思うんだけど」とかって話をしたらもう後輩たちも「ああはい」 ってくださいみたいになるんですよもう言いようないもんなもう引いていっちゃっててでもまさに今何歳 ?3636 歳になって今まさにその没頭するものがあって幸せやんかと思いますもんいや思うでそして改めて俺はお笑いが好きなんだっていうのを感じてますお笑いとアナウンサーどっち好きやなアナウンスメントとお笑いともう悩んでボてるやんもうお笑いやんか絶対お笑いやんかそうなん 明日ニュースだよし昼ニュースだ <laughs> とはならないですもんねでもうん明日レッコ隊の司会やったらやるもちろん仕事に傾聴はつけたくないけどだけどまあでも <laughs> そら違いますよねまあやっぱねやっぱそら変わりますよねか、まあまあ、だから そうかえじゃあさそのそんだけ頑張ってて三回戦で負けたかなと思ったら合格したっていう通知があるわけなんか電話かなんかかかってくるのあれはねホームページなどで公開多分ね、えー、何時何分に発表ですインスタライブで公開されると思います最初はあ本当であんたそのいやその三回戦合格の発表はどこですか三回戦合格ですか三回戦合格は、うん、えっとその緊急対策会議のライングループに,、うん、に,にえー、入っている、うん、このウォーリー君が、うんがえー おめでとうございますっていいううラインを一本入れておめでとござます僕は普通に会社で仕事してたんでなんやってなってもう落ちた思ってんだよそうそうもう落ちたと思って何だと思ったら電話が鳴って金賞亭万堂から電話かかってきて「あもしもし」っ言ってた「ふしゃ」って言って「どうする通ったよ」って言って「えっ?」って私そこで会社の中で大きい声で言って立ち上がるえまあっあ本当?」って言って。 あーじゃあどうしようかね <laughs> って言って電話でしてたらみんながニヤニヤしながらこっちを見てて、うん、電話切った瞬間に、えー、準々決勝進出決まりましたって言ったらオーリーさんは多分インスタかなんかで出てたやつをもう誰より早くチェックしててリロードしてたんかな僕と僕とマドーさんはもう落ちたと思ってるから,ら実はそんなにチェックしてないんですよ。 でその時の喜びったらないわな。いやびっくり、びっくりしちゃって。ね、だって絶対滑ったと思いました。擬音ヶ月ってね、受けるって言うんですよ。あ、擬音ヶ月は受けやすいんだ。三回戦受けた擬音ヶ月はとっても受けやすくて、ゲンさんさんの感覚がおかしくなるって言われてるんですよ。はあ。っていう話を直前に舞台監督さんから聞いてたんですよ。僕ら。うんうん、もうね、あの M1 の予選ずっといろんな人が我々に話しかけてくるんです。 っていうのは万藤さんはもう芸歴24年で私もこの業界入って十数年やってるんでみんな顔知れてるからな知ってるんですよ裏で働いてるディレクターとかそういう芸人の人とかちょっと顔知ってたりとかするからすんごく話しかけてくるんですみんな頑張ろな長かんでとかですねこっちネタ合わせしたいのになあとかって言ってなあお前も長いなとかいう話とかをずっとされる中で 擬音罠おかしいねん」って言って「めちゃめちゃウケんねん後って言って「それで芸人が何人も死んでんねん」って言われてて「そんなウケるんだ」と。で袖で聞いてたら確かに前のグループもその前のグループもバンバンウケてるんですよ。わこれは行くかもなっつって2人で「黙って」って出ていったらなんか全然ウケてる感じがしないんですよ。で降りた瞬間密着のカメラもついてたんですけど。 いやーもう終わりました、うん、もう最悪だ,だっつって、えー、ずーっと二人でグロッキーになっちゃってはあ、うん、でも絶対無理だと思ってたでそうで通ったっていう報告からもう1か月ぐらいになるのかなそうですかねまあ1か月経たないぐらいですねこの1か月よう頑張ったね <laughs> <laughs> あんま知らんけど私もいや今の話聞いてたらな、うん、戦う男の目をしてるよ井本当ですか今日石井さんなんか目ちっちゃいですよ目か 金やねん今日はメガネをかけとんねんやわん珍しいですねそんな目ちっちゃいのコンタクト9.5やあそんなにああもうめちゃめちゃ悪いねあそうなんですか今日はもう眼鏡やわ今日はガネやわいやほんまになんかちょっと一皮むけた感じはするなんかね、まあ、今ちょっとエンジンかかってるそうやろなだってもう怖いもんもうほんまにあしたあですもんなそうだからこれ落ちたら私多分燃え尽き症候群でな えらいことなると思いますしばらくはだから次の船木なぎはよろしくお願いしますね本当にちなみにこの準々決勝を勝ったら準決勝はいつあんのもうすぐやろ、ね、12月だって決勝って12月の24日そうん、やろ、はい、もうこっからのスケジュール感すごいなそうですね早いなこっからは早いですえー、っといつだったかな12月7日かあもう調整入らなきゃいけないなじゃですね12月7日準決勝をえてはいで決勝が12月24日 うわおんならもうほんま二週間タームで来るなう<わ>う吐き気するわすごいな本当に怖いまあとにかく頑張ってよわ、うん、かる <laughs> 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 こっちこんな命かけてやってんのに世間ってこんなもんか<ー>まあそれだ順々消してたらこんなもんだよなあのー、戦いに向かうにあたってその あの人からこんなアドバイス受けたとか、こんな言葉が胸に染みたとか、ここまでないの、なんかこう。染みたこれはね、うん、私たちはやっぱエゴサーチめちゃくちゃやるんですよ。ああ、そうか。ヤングタウンでエゴサーチめちゃくちゃするんです。うん、で、結構お笑いマニアの人たちは、M1 の動画を見てくれてるんですよ。うんうん、で、そこに書いてあった言葉では、うん、あの、嬉しかったのは。やっぱり ヤンングタウンの漫才好きすぎて3回見たけどまだ面白い4回見ても面白い決勝行ってほしいっていうコメントが書いてあって最高やなこれやっぱ何回見ても面白いってやっぱ嬉しいじゃないですか、うん、こんな嬉しいことはないなと思ったのが一つでもう一つはね「うん、ヤングタウンの漫才面白い」から2人でやってるラジオ聞いたらすごく面白かったって書いてあって、うん、あこれが僕一番嬉しかったんですよ。最高本業につながってうん あの平場のフリ,あ<ー>フリートークもおもろいと思ってくれたんだったらもうこれは最高だと思って書いてなかったあの、うん、ヤングタウンの漫才面白いふ段、うん談義も面もい言うてなかった全然ない <laughs> 全然 と,こともない <laughs> ほら <laughs> ま頼むでゃうやんかって言ってんの三つマングローブさんだけだと思違うけど今のとこあのアナウンサーのな、うん、福島君がこうネットニュース全国的になって「うん、この人どんなんやろ?」で調べて、うん、YouTube とかになるやん普だん着だん着のアーカイブがあれに聞いて書いてる人とかいてへんのか、うん、ないか。ない。 ほらなんかそこはつながってないですねかまあだからやっぱコンビで出てるからそやないですか、ね、まあそうやなほんでこの<え>このコンビじゃないからだって<え>石井さんと僕じゃないからほんで嫌や,やったエゴサーチはねええーうん アナウンサーが最近はタレント化していることが多い中で、うん、えそんなふざけていおチャラチャラしたことばかりをしていていいのだろうか <laughs> チャラチャラしたことをやっている人がニュースを読んでいると中身が入ってこなくて冷めるというヤフーコメントが私は最も腹が立ったのでバッドを押ししておきましょう <laughs> 自分でバッと押して <laughs> でもその一瞬ね本当に片手間でね、はい なんか芸人さんの真似事で漫才をやってみたいな風に思ってる人もいたかもしれん、はい、僕ももしかしてちょっと思ってたかもしれん、うん、でも今の話を聞いてあやっぱそこまでやってや,やってるんだと思ったらもう見方も変わったしでもねやっぱ僕らは親父バンドの勢いでないと言いますか。うん、やっぱ もうプロの人たちはもっとやってますからこれの何十倍何百倍とやっぱ命かけてやってますからそこと戦う、ね、そうやって思うと僕らアナウンサーやんか、はい、で毎日日々仕事をやってるやん、うんうん、そこにこんなここまでの緊張感はないもんなアナウンサーの大会とかもやったら面白いな,な,なんかないあの a 1グランプリ的なねアナ <laughs> ワンですか。 三谷浩さんがなんか新聞のコラムに書いてたかな,なんかキングオブコントとかもすっごい面白いけどうん、うん、結局今テレビ出る芸人さんって、うん、あの仕切れるとか司会ができるとか<ー>、えー、そっち方向行くんでなんぼエッセンス持っててコントで優勝してもなかなかテレビ出る機会がないみたいなこと書いてあっていずれなんかこの、うん、なんか司会ワングランプリとかあったらおもろいんちゃうかみたいなコラムが書いてあったんがあってあ<ー>それで言うとだからアナウンサーグランプリ、うん、えやってもええなと思うけど。 でも何できそうねんちゅう話もな競い方難しいですね早くちゅう言葉は競ってもしゃあないしなここに座ってる人たちが同じ人で同じ環境になるはずはないですもんねそうやないなだから司会者ワングランプリねだから司会者あの例えばおあのここに座ってるコメンテーター役の A さん B さん C さんがいて、うん、ほにゃららですかって 聞く、ここまではみんな決まってね。で返しの言葉みんな一緒やね。でも、そこでなんて返すかとか。ああ受けの言葉ね。その代わり他人のやつは見られへんね。わあ、怖い。そんなんとかやったら変かな。いや。いや、やってみたいですね、それね。どうなるんだろう。アナウンサー、ワングランプリ。うわ、でも恥ずかしい、それなんか人のとかぶったりしたら恥ずかしいですね。でもかぶるでしょうね。そう、そうかぶるね。絶対かぶる。大体一緒。大体そんな一緒よ。そうですか。どうですかっていうです。それは知らないか。ら どうですか言って聞いてコメンテーター喋ったそうですかうどうですかそうですかおじさんわし <laughs> ゃないかそれ毎日司会 o n グランプリの人が頑張ってるじゃないですかまあちょっと今日はちょっと m 1への熱が出すぎ,ぎてますけどね頑張れよそんな一方でねあの世界不信感発見が終わるという,う話題も入ってきて <laughs> 半年間頑張る <laughs> そんな話もありますけれども。ああえというわけで、うんえー、今回はですね、えー、事前に募集しておりました普通のメールといいますか普通のいわゆる箸休メールもね えいただいております皆さんいつもありがとうございますがやっぱり M1 系のメールも多い中で1、えー、個ぐらいメール読んでおいた方がいいですね、えー、この方はですね東大阪市の翔太のおとんさんから頂きましたありがとうございます幼稚園に通う子どもの運動会がありました親子リレーがあり子どもにいいところを見せようと意気込んで参加アンカーだったのですが2位でバトンが回ってきたのでここで1位になればヒーローだとすごくテンションが上がりました、うん、ですが普段運動していないので足 熱ってしまい激しく転倒結果はビリで終わりました、うん、そこから父としての遺言が損なわれてしまった気がしています東方というメールです、うんまあ、やっぱりねえー、とこ見せよって力入ると思うすぐ怪我しますよ今日もさっき散髪行ってきたんですけどね、うん、あの美容師さん足こう引きずってどないしたんですか、えー、肉離れなんです、うん、何したんですか、えー、いや息子のスケボーを一緒にやって最初の一かき目で肉離れして <laughs> そうですね、うん、無理しちゃいけない<う>ただやっぱり戦うっていうからにはやっぱ全力で戦った方がいいと思いますよ頑張れよ命かけてそのちゃんとそのバトンを受け取る稽古とかしたのかっていうところですよねちょっと痩せたもんな福ちゃんちょっと痩せたなあ酒が減ったんですよ <laughs> 稽古ですから 朝も稽古夜も稽古本当に本当に。松村さん。ですからね、皆さんからメールありがとうございます。で、今日この後ゲストの方もいらっしゃいますね。先つばのコーナーにお越しいただきますゲストは落語家の桂浦源太さんそして桂天吾さんにお越しいただきます。プロの落語家さんの中でも新進気鋭、若手のホープ、若手イケメン二人組に来ていただいておりますので、この後釧路までお付き合いください。 さあそれではここからさきつばのコーナーでお付き合いをいただきましょうさっきつばさのコーナーですねさっきつばさではないです間違いました昨今ややこしい事務所の話ではないですさきつばのコーナーはですね NBS、はい、ラジオへのご出演経験はまだ少ないですが、うん、これから大活躍が間違いない方をゲストにお迎えするコーナーとなっておりますが、はい、過去のご出演で言いますと立川篠原さんもうすっかりごごすまのレギュラー面となっています,す、ね、落岡さんですけどもね、うん、あと坂田真凛さんが今 すごいですよ。この間雑誌のグラビアも出てたし。ね、であとなんだっけな、あのマツコの知らない世界も出て。え、本当売れてます。よ売れましたね。先先つばつでてよかったですね。あのこのコーナー登竜門的になるといいもん。なるといいですよ。いや、結構ね、あのいい人ばっかり出てるんですが、ここ今日もすごい。今日すごい。今日お越しいただきましたのは上方落語。 の落石井さんは落語をご覧になる経験あんまりないと思いますけども私、あのー、はもともと高知県出身ですから、まあ、落語好きということもありまして来ていただきました、うん、落語家の桂源太さんと桂天吾さんです。 よろしくお願いいたします。お願い桂健太と申します。桂天吾と申します。今もう上方落語会切手のイケメン二人組と言われてる。いや、なんか、ままだお若いし、あの、シュッとしてはれるし。今日は洋服ですけども、なんか、あの、今時の若者という感じや。しそうですね。ややサイズ大きめで。細かな千鳥格子でね。そうですね。でも、やっぱり喋ると落語家さん。 まあぽいというと落語家さんだからあれなんですけどいわゆる柔らかい関西弁というかそそんな感じはしますすようでか僕ね落語家なる前って落語家の人ってなんか古い関西弁を使うじゃないですかこんなことには成り立たないなと思ってたんですけど関西弁やそうううですこは成りたないと思やっぱり自然ってやっぱり周りがその言葉で埋め尽くされてるのでそうなってしまうんのか 私が、はい、今喋ってるのが私、私桂源太と申します。源太,源太さんと、天吾さんは、世代で。どうなるんですか?うんはいはい。えっ、ー、と、一個上の年になりますね、源太兄さんが。源太兄さんになるす。はい、はい、そうですね。で、源太さん、まあ、プロフィールありますね、ちょっとご紹介します。お願いします。ええー、桂源太さんは千九百九十六年の生まれ。は三、い、月八日生まれですね。ええ、はい、二十七歳という。うん、はい。お生まれが八。 そうです。あ、八といえば、天童よしみさんの。そうですよ。みんな家知ってますからね、天童よしみさん鶴瓶さんもそうでしょ。鶴瓶さんも八尾。鶴瓶師匠は厳密にはお隣なんですけど。ああ、それでも、ほとんど八尾の、も近いところです。そうなんだ。僕東大阪。あ、あら。うん。八尾枚方線沿いのガソリンスタンド。 そうそうそう、学園の距離が近くなりますね。そうよ、学園岩田の石井石油。ありがとうございます。はい。はい。えで、関学の、ご卒業ですね。関学。関学、高校どこですか。八尾高校です。八尾高校。八尾校は賢いよ。八尾校はいっぱいいますよ、僕友達。あ、そうですね。八尾校出て、あのう、同志社大学とか、なんと銀行とか、そういう人いっぱいいる。八尾校友達いっぱいいる。優秀な。うん、優秀。 八オ校でカシコ高校でしょ。昔はねそうやったみたいなんですけど、今はねあのまあ特徴で言うと僕のあの時やと全校生徒の9割が自転車通学というもうヤオ氏の子が来る学校というか。元太さんも僕もヤオでもう自転車で地元そういうなんか地元の高校みたいな。あそうですか。そんな感じで感覚へ行って。そうそうそうですね。で実は天吾さんも同じ感覚のことをしようと 同じ大学で天狗さんは1996年のお生まれですで27歳同い年なんですねはいただ兄さんが早生まれなるほどなるほどそういうことで神戸市のご出身で関西学院あこちらも関学なんですはい師匠はそれぞれ違うんですねはいそうなんです玄太さんは僕はね桂クタという落語家の弟子ですささんんはえっとね ジャクジャク師匠も大きく言うと同じ「紫雀一門」という一門になるんですけどもうちの師匠桂雀太その師匠が桂ブ三郎さんその師匠が桂紫雀師匠という感じで紫雀さんの孫弟子でし孫弟子でしょ朝師匠から言うとヤシャゴ弟子というあ、そういうことなるんですねで天吾さんは師匠が桂南天でございまして南光師匠の弟子 でがうちの難点でその南湖師匠の師匠が四尺師匠なんでまあ四尺師匠から見ると僕もひまご弟子で,し、はあ、で米朝師匠から見るとやしゃご弟子なんで経図、はあ、で言うとそうですう親戚みたいな大きく言うと大きい家族みたいな感じに知れないですね、はあ、集まりとかもあったりするんですかありますねそれこそ四尺師匠のお墓参りなんかは一緒に行かせていただいて、はい、もう一問で全員で行くんですか 全員で行きますね。全員スーツ着用で。え、それもなんか、そういう人たちだと思われます。よねそういう人たちだと思われるんですよ。なんとなくね。そうなんです。よみんなで数珠持って歩いて。墓所はどのあたり。えっとね、中山寺ですね。おお。そうです。残じが。はい、そうです。そうです。あの辺りにスーツ着て。スーツ着ち男たちが群がって。老いも若きも。そんなユーチューブ見たことあるわ。 普段どんな YouTube 見てるんですか。な何を調べてたらそんな動画が出てくるんですか。あの関連動画で出てくる今日の皆さんが行くやつな。そうですか。でわがまえに。は僕らなんか最若手やからもう一番緊張するわけなんです。あ、その試着一問の中で。もう早くに行って、まあ集合時間の1時間前について、もう先に掃除しとく。お花入れとく。でも皆さん迎え入れるというよりもあとはもう緊張する。え何人ぐらいになるんですか。トータルでね。 ちょっとこれ間違えたらなんかちゃんとう、ね、<laughs> まあ15から20の間ぐらいです、はい、も,もっとなんか100人ぐらいかと思ってました上方落語家全員合わせても250人ぐらいですので<ー>その中での20人ぐらいですかね米朝師匠のお墓参りはないんですか 米長所の墓。僕は年季明けするときに末修行ってあるんですけど、その修行終わるときに師匠がご挨拶やというので二人で一緒に挨拶には行くけど、はあ、そう。確かに米朝さんのところを全部連れてたらもうえらいことなんでしょうね。六十名キャパだかそうですか。でも二十七歳でね。髪が落語家さんになるのも珍しい。さらにそこから髪方落語というまたこれ人数で言うと。 ちょっと減りますよね。その東京と比べると。そうですね。もう半分よりは少ないとまあ東京の数と比べると。東京の半分が髪型。半分より少ないぐらい。少ないぐらい。髪型。貴重な人材なわけです今最年少ぐらいですか？27歳のお二人が。これがね。もうちょっと十代もいてるんちゃうかな。あ、そうですね。なんでまあ年でいうとまあ。まあでもまあ若手トップ天にはトップっていうかはかるけど10人ぐらいには入るかもしれないですね。そうですね。そえ、そう。 大学の落ちケンってこと僕ら二人とも官学の落ちケンでもともと先輩後輩同士でという感じだったんですそっからプロになる人は何人もいるえ、そうですね上野師匠で言いますと桂文化賞という方でしたりとか桂カモお兄さん僕らの八子先輩ですけどもでちょっと空いて僕らの時にたまたま三四年連続で落語家になるブームがあったんです入門ブーム入門ブームがあって そうですねそれだから結構今こう感覚 髪型落語家で感覚比率がすごく大なってる感覚罰が感覚罰がそうですね僕入った時あの大学どこやって感覚ですって言ってまた感覚かでえあそうなんですかそうなんです大学が何のイベントもしてくれないんですけどねまあでも何とかこうキリスト教系のねすごくおしゃれな大学ですから誰がおしゃれに合わへん落語となんかね足そぐかどうかちょっとわからないですけどそもそも落語 やってみようんんは太さ何歳ぐららいかかなです僕はね大学の知見入るまで落語聞いたことなくて18までゼロね一回も『笑点』も正直見たことなくて八百高時代は八百高時代は本当にただまあ関西のちっちゃい子やったらようあるあるやと思うんですけどお笑いはテレビでやってるから好きやってそれこそさっきお話出てましたけども m 1をめちゃめちゃ好きやったんですよで m 1の2006年のチュートリアルさん見てて。 な漫才しなりたいなとぼやーっと思ってたんです高校生ぐらいの時はい、うん、もう小学生から思ってたんです、えー、で大学入ったらなんかお笑いサークルみたいな入って漫才とか一回やってみたいなと思っててぼんやりね漫才できるところ探して行き着いたのが、うん、落語研究会やったという<あ><ー>そうか落落語知見って言っても漫才お笑い研究会的な 落語だけじゃないんですね。はい、落語漫才もできるし、ただ全員落語やらなあかんというので、うわ落語か、落語もおじいちゃんのやつやん、もうええと思いながら。落語研究会ですよでも。はい。俺漫才やりたいね。漫才やりたいね。思いながら聞いてみると、すごい面白いやん。へえ、そこで思った。ンって入んねや。入ってきて。はい。やっぱなんかこの人のこれは誰のなんですか。これはね。 えーっとねえー、プロの方もそうなんですけど身近、まあ、やったというのもあってあ多大学の先輩で今ね、えー、漫才師として活動されてるまんじゅう大帝国さんという、ね、<ー> 1> m 1も出てありますけども僕が1年生の時に今、学生落語で一番面白い人ってどんなんなんやろうと思って DVD <ー>が売ってたんです、えー、<laughs> それを勝ってみて優勝したのが、うん、まんじゅう大帝国さんのお一人でしですか 僕が今まで興味なかった楽でこんなおもろできるんや、ちょっとちょっとやってみようかなっていうのがきっかけで。それってなんか創作落語みたいなやつですか？いやあの十ゲーム。十ゲーム？はい。十ゲームなんてそんな大した話じゃないじゃないですか。正直言って。いやちょっと僕はうんとは言えない。十ゲーム思んないですってあれ絶対。絶対実存な四天王。でもそれをモロ君そう。それが面白いですよ。すごいですよ。名人級ですよそれ。は まあね改作みたいなしてはってね、えー、名前教えてなんか名前縁起のいい名前つけてくださいよみたいなくだりがあるんですよお,<ー>お寺に聞いてね「ジュゲムというのはどうだ?」それ名前ですか、ね?」って「人の名前につける言葉じゃないでしょ」みたいなどんどん突っ込んでいくみたいなやつやったんですけど。 それきっかけで落語面白いなとまあ身近というのもあって学生でそれが僕は落語に興味持ったきっかけですかねでぐっとやって学生時代で知りするんですかそうですねちょっと落語本気でやってみようとやってみるともう面白くてもうやってるうちにいつの間にかなりたいなという気持ちになってしまってて就職の時期あるじゃないですか大学三年生とか官学行ってはってみんなやるでしょみんな就活してる就活するでしょどんなにするん暇でしたね最初からもう就職する気ゼラ全くなくえー <ん>やったんで、もう大阪におる落語家さん全員見たろうかな思って。あ,あ、いい、<へー S 1> その発想素敵。<ー>そんな福ちゃんといたん。一いや、分<に>析の感じで週。週三四ぐらいで、寄席に通って、うん。ほぼ全員見て。うちの師匠が一番なんか。

私はですねえっとあのまああの学校公演とかでねいやあの高校生ぐらいで部活とかしてなくて何かやりたいなと思ってバイト先に神戸大学のお知見の女性の方がいてはってでお知見入ったらみたいな言われて。 ほんで、感覚のうち県やったら、円太君が面白いよって言われて、うん、その円太君っていうのが、今のこの源太兄さんやったんですね。ええ?。なんてできる後輩なんだ、お前は。<laughs> ええー、スーパーにのせてめてくるかも。これでよろしく。すごい。えー、<laughs> はい、ほんで、まあ、入って、ええ、うん、でなんか、まあ。 学生の落語を見てて、ほんで、まあ、面白いなと思って、ほんで、まあ、自分もやるようになって、はあ、はまった感じですね。あとも、もともと落語、なんとなくぼんやり好きやった、バイト先の神戸大学受験の人。何、はい、のバイトしてたんですか。<laughs> あの、カラオケですね。カラオケボックス。ね、はい、カラオケボックス。<ー>で、そこにいた人に、あんた、はい、そんなの好きやったらやったらえ,えやんや、エンタ君、オ、えールで、感覚で。はいはい、って言って。 入っはい、はい、入って、ほんならいましたね。ほんならいましたね。なんかすごいもう見るからに、大学デビューみたいな感じの見た目みたいな。言わへんかった、ばれへんかったら、この中で。なんで言うてまうね、そんな。すごい、でも珍しいですよね。だって、その先輩に。会いたくて入ったよと思う。まあ、まあ、そうですね、でも会えたらなと思って入って。ほんで、あの、すごい活躍してはってね、僕が入った翌年ぐらいに、昨年大賞いう。 あの全国大会があるんです。学生の落語大会ですね。それに優勝しはったんです。ええ、すごい。健太兄さん。がえいえ、うん、三百人ぐらいで。ええ、すごい。東京も大阪も両方ですもんね。学生チャンピオン。まあ、で、で、まあ、その大会ではですけど。学生チャンピオン。ええ。すごいじゃん。はい。そうなんですよ。で、それ優勝し、もう優勝したら、俺はプロになるってずっと言うてはって。僕は、正直、その言うてはるけど、できへんやろうと思ってたんです。ほんなら、その。 その年に優勝しはって<ー>うわ、かっこええな、かっこええ思っ、うん、ほんで僕も優勝したら。プロになるって、後輩に言って、なんと。天子ちゃんも。うん できなくてで,な<あら> <laughs> でもなりたくて <laughs>、うん、ずるずるっと今こういうふうにラジオまで出していただいてなありがたい話ない話ですわそこででも南天さんのとこに入門するっていうのはあんまり関係がなかったそうですねうちの師匠はあ,のある落語会池田なんちゃらかんちゃらいう落語会で400人ぐらいのキャパのとこでもうすごい。 受けてもうこんな受けてる落語初めて見たというようなものを見て、うん、あこの人に弟子入りしようと思って入りましたね。うんはい やっぱちゃんとこう芸師匠の芸にやっぱりれ込んでお二人ともさっきの言い方だとあるかもしれないですけど芸が面白いわけでしょかつね人柄も惚れないこの人だなってこうなるわけですもんね私はこの師匠を変えるというのはなかなかできないので落語はね別の師匠からも教えてもらえるんですでも師匠に就くというのもこの人って決めないといけないで親子みたいなもんやからまあそうですね好きな人に入りたいなと思ってね好き合ったのがうちの師匠だったと。 叱られたりすするんですかやっぱり叱られたりねこれはねこの僕ら落語入門すると大体2年から3年付き人みたいなね修行するんですけど毎日怒られるんですよ毎<日>もう何かにつけてバーって怒られるのが修行やみたいなのが基本なんですけどうちは一回も怒られたことなくて。えーえー え元太さん師匠から怒られたことない一回も怒られたことない玄太さんから怒られたことない面倒、はい、くさかったって怒るのに <laughs> <も>僕がよくできたら玄太さんってちょっとこう何なな、ねえー、て言うんでしょうつかみどころがないというか <laughs> ただねむちゃくちゃ面白いんですよ、えー、私は知り合いの落語家さんの結婚式の二次会の司会を見てるあのしてるところを見てたんですけどえっ、ー えー、すごい新郎新婦のプロフィール紹介でもう会場が揺れるぐらい爆笑取とるんですよすごいやんそんな人他の芸人さんでも見たことなかったからすごい人だなーって,思って<ー>その結婚式の二次会の司会やってやった時僕その時おったんですよえあ本当に？<ー>はに、い、あそこでネ,ネタやってましたいやネタはやってないですけどもそれ、うん この人フリーでもめっちゃおもろいやんこの落語家さんと思ってあとでりに行ってどんなんですかめっちゃ質問したいこといっぱいあるからこんなこんなでうわかっこええなと思ってスーツもちろんベルト見たらその日ベルト忘れてゴムひもで結んで貼って何じゃこの好きだらけの人はお笑い仙人みたいな人なんですよ不思議なその時学生時代だったってことですか なんか田舎暮らしみたいなされてるんで。<laughs> なんか一時なんか <laughs> ずっとなんか不思議な今、ま、どうしたらっしいんですかなんか世の中には情報が多すぎるって言い出して。<laughs> <laughs> よくわからないことを言い出して <laughs> ええ。ええ、そうテレビはもうない家に、うんうん、テレビは見せない。うんうん、もう子供もちっちゃい九歳五歳でちっちゃいけどテレビはもう見せない。うん、情報が多すぎる。うん、なるほど。 でも子供が騒ぎ出したらあの携帯で YouTube 見せて、すごいそっちの方が多いわ情報。何の意味が？そっちの方が多い。言われへんけど。面白天吾さん師匠から怒られたりとか。いや実は僕もないんですよね。そうなんもしかして時代のあれか。な時代はあるかもしれないです。うちの師匠はもう毎日南光師匠に怒られてはったと。でしょ。 だからっていうのもあるのかもしれないですけど僕車をめちゃくちゃ傷つけても怒られなかったんですよね要するに月たいか運転手もやるからそうですねガリガリガリって言ったんですけどそれでももうしゃあないこっちゃ言うて乗ってる時にガリっと言ったんですか掃除しててガレージにガリガリってやっちゃったんですよね自動ドア開けてあスライドドアちょっと寄せすぎてやったパターンはいアルファとかなんか ピピピガリガリって言ってすごい涙目でかまへんって言ってくれハ顔がそこどうやって謝りに行ったいやもう僕はもう真っ青なんでもちろんリビングでこうコーヒー飲んでカツラをるどうしたんっもう僕がこんな顔やこれどうしたやんこれやってしまいましたって言ったらすごい涙目になって。 それはあれやなそれは天狗さんが本気でほんまにな真っ青になって謝りに来たという弟子の素直さに感動し合ったんちゃうそっちの涙ちゃう僕もあんねん家の車ボンぶつけてで友達と乗ってて免許取り立てて「帰らへこっちゃ」うでもう「おかんの車ですわ」「シビックですわ」「シビックもう当てて。ックですわ」「シ乗っててもう 一回帰ろう言ってバックしたらもう一回ボン当たった二、はい、箇所当たったそれでもうおとんが6時ぐらいに帰ってくるで3時ぐらいに戻っておかんに「ごめん」言ってもうぶつけてしまったこれおとんに怒られるやろうなと思っ布団に潜り込んでたら、はい、そうしたらおとんが怒らんかった、はい、多分おかんがその時に「あの子本当ふさぎ込んでんで」と言うてもこれ以上怒らんといたってというそれがあったと思うねよだから本気の反省をしたら親は怒らないんじゃないかというのをその時思ったんで今の子育ての時に本当に反省 してる人は怒らんとこっていうのを、だそれやとも弟子としようよかったですあの時反省して。反省してでガリガリ。な一回も怒れてへん。そうですね。はい。全然。怒られそうになったことありますけど、はい怒られても。でもちゃんとその稽古も毎日やるんですか？ああいうのって僕知らない。まあ一週間に一回ぐらいなんですけど、ほんまになんか知らないですけど、もう師匠がやるやつをもうそのまま覚えてやるんです。よ師匠こんにちはを誰と思ったおまん半開なやってみ。 こんにちは、大だやと思った、おもはんかいな。これすら覚えれない時があるんですけど、うん、もうだから、この一分のフレーズを覚えるのに、もう三時間ぐらいかかったりとかも。<え>でも、ほんまになんか、覚えれない日っ覚えれなくてそれでも、なんか落ち着いてやってくれたりしはりますね。すごいな。えー、独特の世界やだね。師匠によって、なんか稽古つける人、つけない人とかい。といや、違いますね。うちもよう、まあ、つけてはくれたんですけど、うん、あのー、結局な、落語は愛やって。 おわけ分かっていえじゃあちょっとわからない。本当にそうやろ。ロックスターみたいななってますね。ええ、そうそうです。概念的なことをすごいあいやって言われる。いやそうやね。いやこれねごめんなさいね僕の話も。いやいやおっかまです。いや聞きたいです。あの野球の実況のね僕アナウンサーになりたくてあの最初こう名古屋ドーム行ってねで。 1>, 1階の表は僕が実況1階の裏は先輩の若狭さんという人がいる 2>,、うん、で2階の表は次また僕2階の裏は若狭さんがいる、うん、で後ろで当時50歳ぐらいの久野誠さんという大先輩大人気の野球アナーの人聞いてもらうわけ 1>, う1階の表裏表裏です僕と1個上の若狭さんと2人で交互にやんねん、ええ、で何にも言えへんわけ3時間半で3時間半終わってあの久野さんにどんなダメ出していただけんねやろう思って聞いたら「ええ、あの いかがだったでしょうか?」って2人でもうピシッ立って言うたら「まあまあもう超大きい声出すことかなお疲れさん」って帰ってきはったら「ええ<ー>ちょちょ待ってえな」って3時間半やって「大きい声出さなあかんな」って終わりってこれそういうことやん、ね、落語あ愛」や言うのと一緒でああ、ええ、そっか考えるやんそこで「そうですね、大きい声出す」って何やろうって,って結果答えは出えへんようん、うん、答えは出えへんけど。うんうん なんかこうそんなレベルにも達してないんだぞっていうことなんかなとかねあ,<ー>あそこなもうちょっとダブルプレーはなショートつかんで二塁へトス二塁から一塁転送一塁もうちょっとテンポよくとかそういう具体性にもいかないぐらいなんだぞという師匠の教えとか。これが伸びる人の考えね、うん、間を やっぱ研究するという僕はもう「愛だ」って言われて3回ぐらい「愛や」って続いたら4回目の稽古「愛来るで愛来るで愛来るで」と思ってやほら来たほら来た」何にも研究しなかったすごい今話聞いて反省しました考えなかったもしかしたらあんまり立ち位とは言えないけど僕らはアナウンサーでテレビの前の視聴者の人たちリスナーさんとかにやっぱりこう「 な,なんていうか思いやりを持ってねわ、はあ、かりやすく伝えるとか傷つけてはいけない、うんうん、けその 愛というニュアンスが含まれてるんじゃないかなと。落語も。そんな気が今話しててしました。五年越しにやって理解できる。なるほど、野球実況聞けって。ことだいぶ勘違いしてる。天吾さん前の師匠から言われても、禁言。まあ、上下を気にしなさいみたいなことはよう言わ。上下ね。社会ってことじゃなくて。いや、まあ、そういうことも含まれてくる。例えば、まあ、あの食べ物をした地面。 に置かないとか、はい、まあ土足のものはあのまあ地面に置いたものをこの机の上に置かないとか、これはめっちゃ言われましたね。なるほど、カバンとかやっちゃいますもんね。床に置いたやつそのまま机置くとかね。これはどんな教えなんだろう。深読みすると、あの楽語であの言葉で上下関係を表すことがすごくあって、例えばまあ。 この,このおばちゃんがムカついたという話をするのにおいて、うん、最初はまあこの女性の方が、うん、でこれがムカついてきてこのおばちゃんが、うん、でおばはんが、うん、お前がっていう、うん、この ていこの距離感というかそういうものがかそういうことにつながってくるんだよみたいなのと釈や僕ちゃん何かない先輩穴から言われたこの一言いまだに胸に残っとるわな聞きたい言というより私が一番覚えてたこの番組で言ったかもしれないんですけど田丸アナウンサーという NHK 出身のもう本当にニュースが素晴らしい アナウンサーがいてもう今はもう定年されたんですけどその田丸さんがたまたま私のニュースの研修をしてくださる時にあの天気予報を私スタジオで読んで,で読み終わって「今日の大阪はえ北部は晴れ」とかね「風が強いです」とか「気温が」とかっていうのをばーっと読み終わってで読み終わって「はいお疲れさん」ってって出てきたあ<ー>ほんなら分かんないんですよ。ね 読んだのにね音をどう出すとかいうことばっかり意識してお前結局中身を考えてない、うん、それはもうニュースでもなければ天気予報でも何でもない,からい情報じゃないから意味がないって言われたのはああそうだなと思って本当にそのままま一晩反省しました、ね、<だ>ずーっと、うん、本当に大阪今日は雨のち曇りその雨のち曇りになりますんで皆さん傘持ってくださいねぐらいの 頭の想像で読んでたら「雨のち曇もりです」ってう言えるのに答えられなかっただから大阪雨のち曇もりでしょってそは AI でもできますと一緒だって言われてですよそのままずっと一日ものすごく暗い気持ちでいたら帰り際「お疲れさん」って言ってタモリさんがね「今日研修あれやったな」って言って「どうやったあれ言われて」って「うわつらかったです」って「うやろ」って言って。 俺も昔言われたんやでもなんかその時ちょっと私も泣,泣きそうになってあ<れ>わーと思って ちゃんといいアナウンサーになろうなって言われて、そのまま帰って。ああ、NHK に連綿と繋がるこのアナウンサーのね。実はこれは NHK の伝統らしいですね。ええ、NHK にこんないいこんないいことあったんですよ。あ、私も言われました。言われて。昔そういうのがあるらしいですよ。でもやっぱりすごく心に残ってます。今でもやっぱ思い出しますね。時キちょっと時間差で声かけてくれるのもな、嬉しいやつなんだ俺もそうだったんだよって言われた時はちょっとなんか。 うんと思いましたねやっぱりだからそれは我々にも師匠みたいなアナウンサーがいるのと一緒でね師匠がいてもっと深い関係なのかもしれないですけどね学語難しいやっぱりもう当たり前の話質問やけどバリむずいバリむずいめちゃくちゃむずいそう全然余裕やと思ってたでゴルフも難しいやんゴルフの学生チャンピオンって相当すごいやんでも 僕今その学生チャンピオンやった人から習ってんねんでもその人はプロゴルファーじゃないのよああそうかそう学生チャンピオンやったのには<ー>こそのプロっていうのはも,うものすごいはるか上なんやとゴルフにでもあなたは学生チャンピオンやったのに今プロで壁にぶち当たってそうやねそうやねんそうやねんそうやねほんまにねあれだからその、はい、むずめっちゃちょっとちゃ次元ちゃうやんって言われるかもしれないですけど、うん あの甲子園とかで活躍してる、でドラフト1位とかで入る人いるじゃないですか。例えばね、藤波選手、全然ストライク入れないしとんねんみたいな言われてるけど。僕は藤波の気持ちがわかる。いやいやいや、ちょっと待って。藤波選手と一緒の。全然、笑いのコントロールがわかるない。やいやいや、でも、何同じ土俵に。じゃ、でも、大学チャンピオン言ったら、プロでドラフト1位にかかる人やから。そうですよね。びっくりした、全然違います。やっぱり、やっぱりプロはプロ。あのね、そうですね、あの。 素人の割に、うまいことやってるね、というが、ん、それに気づけてな。かっただから学生さんでさ、いま、ええ、だに、僕はおちけん、行ったことないか知らんけど、なんかなんとなく。おちけんのメンバーで、喫茶店なんかで話してて。ええ 俺らのこの会話ラジオで流したらめっちゃおもろいじゃんうのあるあるでないこの会話めっちゃ笑ってます僕もそれでアナウンサーになってなんか意気揚々とやったけどあ違うとやっぱプロとアマチュア違う要するに放送コードというのももちろんあるしこの枠内でやる難しさっていうのは当たるのと全く一緒にいやほんまにそうです当にね全然にね全然違うそれに気づけてなかった本当にえ ね、天吾ちゃんはどうですかプロいや,すかいやでもやっぱり、うん、その絶対受けるっちゅうのがやっぱりもうその理想なんですけど、うん、もうそんなん絶対機能とかも機能。 一緒にね玄太兄さんと仕事行っててほんで玄太兄さんの遠い親戚の方が会社やってはってその創立50周年パーティーみたいなのを娯楽をやってほんで兄さんが僕最初に上がるんですけど絶対ウケるからと今日大丈夫今日はもうほんま親戚の俺の身内やでそうかホームでウェルカム絶対ウケるから楽しみやなと思ってほんで代表の方がスピーチするんですよね若社長なんですけどもほんでその若社長の前の社長 つまりお父さんがあの去年亡くなっては、ほんで今日は創立50周年ということで皆さんお集まりいただきありがとうございます。本当は父と一緒に行きたかったんですけどみたいな。そっち方向。はい。えらいことだ。急に泣き始めてほんで会場も泣き始めて、はい今から落語です。どうぞ。すごい。涙で、もうすごい空気ね。えらいことでしたねそれは。

でも天狗さんはもう天性のなんか目がこうクリンとこう<ー>なんて言うかえでパチューで,、ね、でなかなか珍しいこの。

なんでこうやって落とし合うんですか大学時代のイメージ1週間同じ服着てるとか信じられない手入れが同じスウェット7枚持ってたんです無理や無理やんはあいやもうだからでも就職せんとプロになってでも四45年目ですか今そうですね僕が6年目で天狗が5年目かなはいそうですあれは髪型はないの 髪型ないですよね。ないんですけど、まあ東京に当てはめると二つ目成り立てぐらいです。どうなったら髪型落はこう一人前とされるんですか。そうですね。まあ独演会をやるというの一つなんかありますね。なんかその新打ち制度がないので、だいたい皆さんね15年ぐらい経ったら15年もかかんねや。そうですね。まあ十早いと10年ぐらいでやってはりますけど、三十半ばぐらいはい。 それまで独演会って言っちゃダメまあダメなことないですけどまあ例えばですけど、はい、あの天魔天神繁盛亭といって毎日落語やってる小屋があるんですけどあそこを、えー、落語が借りようと思ったら丸10年経たないと自分では借りれないんですへえ、そうなんだで10年経った時にみんな10周年ということで初めてあそこで、えー、独演会をしちゃうということがあるので<ー>まあ10年やったり15年がちょっと区切りになるかもしれないです おらいところに足を踏み入れたよね。いや本当だ。<laughs> どんな毎日送ってるんだろうってう、ね。僕らアナウンサーずるいのはね。<A> あの一応言葉をなりわいにするけどね。<A> あのアナウンス ちょっと面白いことちょっとよちょっとよちょっと面白いことってアナウンサーの面白いねみたいなそれこそハードルがガッツハードルがガッツそうねずるいでも落語家って私面白い人ですっていう職業やんそれってものすごく難しい名刺に面白い人書いてある面白いことのプロでございますから面白いことを言いますよお願いしますそれ恐ろしいですね普通考える昨日とか苦痛でしたもんすごいこのラジオいやいや昨日あの昨日のその週末全てなんですけど面白い人で 出、ね、ていて。<laughs> また落語でちょっと聞く体勢がきちんと。そうないとね。な,ねなかなか厳しい <laughs>。なかなか。謎かけとかも振られたりするしな。落語家さんだから。<ー>謎かけできるでしょ それちゃうの全然違うんですかいや、本当にやめてもらいたいほんとにみんなに聞いてほしいこれほんまにできひんからみんなのほうができるんちゃうかそれも言われません要はそばの音やってとか言われませんあ、それは言われるねうどんとそばとラーメンの違いやってそれはね、あのちょっと準備してますうどんとそばとラーメン今からねどれかをやってください我々がフグちゃんと僕で当てるからうどんとそばとラーメン三択ね。三択 うどんそばラーメンどれかいきますねいきますうはい完璧に分かったよ完璧に分かりましたわかったふぐちゃん分かったえどうだろうせのでようかはいせの

簡単やこれ,これは簡単分かりやすくやってくれたそうですね、うん、せーの,せーのラーメンそばなんですよね <laughs> これわかった <laughs> こういうゲームじゃあひょっとして絶対外れたっていうオチにするやつじゃんちょっと絶対外れた何やってても一緒になっちゃうあの種明かしせといてくださいちょっと今後の営業に影響が出てくるからであの女性の方に当ててもらってそれを正解っていうあそうやなそやな今たまたまこのゲーム僕今勝手に思いついたけどそんなあんねんよそうですねあそうなんやえらい僕ら平気な顔してましたけど内心やばいと 相当振られるんでしょ。ねたね。<laughs> 落語家さんというだけでね。今髪型落語業界はこうどんな感じなんですか。か、うん、若い人はやっぱ増えてる感じ。そうですね。<う>やっぱり、うん、まあ。 えー、まあ年今一番歴史上多いと言われてますね人数は。数ははで <laughs> やっぱ交流もめちゃくちゃあるわけでしょ多分そうですねな例えば僕らは桂ですけど定国でいうとなんか笑福亭さんとは仲悪いんでしょとか言われるんですけどそんなことはなくて<ー>もう一門のこの垣根を越えてみんなで、えーえーまあ、頑張りましょうというような業界盛り上げようっていう、はいそんな感じが強いです。 金正亭万堂さんという人が相方でやってるんですけど <laughs>、はい、やっぱりあの。はい <laughs> 大先輩でえると思うので、どうどういう風に見ているんですか。師匠と呼ばせていただきたやっぱり。やっぱすごい。漫才の動画も見させていただきましたけども、三回見ても笑って、四回目でもまだ笑いでい朝やったみたい。何回でたやっぱり笑えるな。コメントさせていただきましょなるほどね。いやマンドさんはいろんな落語家さんにあの二人会やりましょうって電話かけて、いや嫌ですって断られて。 目の前で見たことありますいやいや絶対嫌です腕より人格に問題があるということでまあお二人これからさらにねこの髪型落語界で活躍されるでしょうしやっぱり私が思うのはやっぱ放送業界もこういう落語家さんたちと一緒にお仕事していただきたい嬉しい思うんです桂源太さんと桂天吾さんそうなんですはい。でこのお二人からお知らせが実はあるということではいはいはいじゃあ僕がえご はい玄、えー、太天吾の気楽館で2人会、えー、というのが、えー、神戸新海地気楽館というところであります、えー、12月23日土曜日夜18時開園でございまして前売り券が、えー、2000円当日が2500円になっております、うんえー、窓口は、えーと「亀丸企画電話番号が09090531426。 でございます。ゼロ九ゼロ九ゼロ五三一四二六。ゲストが、えー、なんと、朝日放送テレビアナウンサーの伊藤紫龍さんという。伊藤紫龍さんはい。ゲスト。ゲストですね。<ー>今、キラカンの支配人をされているんですよね。うんはい、元。 もうものすごい好きやった野球の実況が。A. B. C. の人間国宝と言われてますね。本当に上手ってとこが失礼ですけども。端正なね。そう、もう西日をいっぱいに浴びてグラブをポンと叩いてがを弾けるとかいう。テンポがよろしい。テンポがよろしい。その伊藤紫龍さんにね。支配人になられて。気楽感はそう繁盛っと誓って若手も使えるんです。で。僕も天吾も。ちょっと気楽感で落語会どうですか。 言ってくれてたんです。もうね、うん。いやいや出れないですよ。まあ、ちょっとしげさん、もしゲストで出ていただけるならやりたいですと。 出ますよということで決まったはいでちょっと繁盛亭はまだできないんですけども同じキャパの気楽感で僕らからそれを大チャレンジなんですけどもすごい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 これはすごいチラシもお二人の写真ちょっとかっこいいですよんかおしゃれな感じになってますねえ太さん顔半分隠れてますけどいやちょっとね天狗横におるから半分隠して見劣ますよありがとうございます俳優さんみたいですよね これ自分のこと男前じゃないとこのかポーズで撮られへんちょっと12月23日ということですので皆さんもぜひ行っていただけたらと思います今日のゲスト桂天吾さん桂源太さんでしたでこの後引き続きまだこの番組にも出ていただけるというふうに思っているんですか。嬉しいですありがとうございますでは引き続きお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました ここからはいただいた橋安メールをご紹介してまいりますこの時間からはこの人が入ります皆さんこんばんは MBS アナウンサーの藤林敦子ですよろしくお願いしますお願いします藤林さんそうなんですお初ですかね初めてですね普段ない。ありがとうございます石井さんとかあの前回は お仕事ではないんですけれどもお会いさつはしてるんですけれども初めてですごく緊張してて石井さんどんな人ですか私何か準備した方がいいですかってそんなことすごく気にしてたんですよ。毎日放送の廊下でご挨拶をさせていただいた記憶があって明石家さんまさんの番組でアナウンサー大会の時に足で座布団を回すくる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 とあれがもう何年前 え、でももう九年ぐらい前ですねそれが今んだに僕に印象残ってんねあ、そう藤林さんといえば座布団回しやそうです僕たちが大事にしてる座布団を足で回すかやったことですよねやってんの最近も座布団回しいやもうオンエアとかではやってないもうやってないんだはい家では回し続けてますあれなんか趣味でやってんのやったっけい足癖が悪くてテレビ見ながらやんねんってテレビとか漫画読む時とか漫画読む ついたら回ってるんですよこれねあの知らん人にお伝えするとうつ伏せで漫画読むやん、はい、うつ伏せで漫画読む。 でその足をぐっと天井に向けて両方やったっけ片足やんな片足の上にダブトン乗せてそれがくる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 回んねんそれができんねもう器用やで止まらないんです止まらないめっちゃおもろいね止めていただきたい何のためにやってるかよくわかんない足癖が悪い足癖がただ悪いねいやよろしくどうですか最近は頑張ってますか頑張ってますよ生きるのに皆さん一緒ですよね最高やな

はまず橋安メールですが、うんはい、香川県にお住まいのラジオネームニャースさんからです三歳の娘を連れて H&M に行ってきました最近おしゃれに目覚めた娘どんな服を選ぶかなーと楽しみにしていたら、はい、案外黒のワンピース、<ら>黒のスカートなど、えー、どんなアイテムも着回しやすそうなものを選んでいてびっくり、うんうん、面白かったのは何を選ぶときもこれ私に似合うと思うから買ってくれないと、うん おねだりしてくるところさすが末っ子相手を不快にさせないおねだりが上手だなぁと感心してしまいました気づけばトップス2着スカート1着、うん、1> ワンピース1着ブーツと結構かわされていましたが可愛いいので悔いはありません <laughs> 高校生ですか いや三歳の三歳ごめんごめん三歳だ最初に言った三歳か三歳ブーツはあ三歳やったらえ三歳で黒のワンピと女の子ってそんな感じですかねいやいやいや三歳三歳ですよおまえそうのうちの姪っ子ちょうど三歳なんですけどちょうど僕もその似たような状況で服買わされるようなやつでおじさんやからおじさんやからやっぱちっちゃい子やからアンパンマンとか 好きなんかなってねこんなんどうってそんなん赤ちゃんが着るやつやんってやっぱり大人っぽいの情報が多いからかなあそうかそうかもしれない情報が多い師匠が言うてくるから情報が多い遮断しないと情報は田舎に行ってけど3歳で私に似合うから買ってとちゃんとお値段ができるコミュニケーションも磨かれ順調に成長これは天吾さん順調に成長してますね3歳児でこれはす晴らしいと思うわ解説がものの怖くますね これは素晴らしい。ええ、じゃ、で、よう見てるやと思います。兄弟よね。あ、こうやって言ったら、いけるみたいな。藤林さんの成功。私、あの次女です。次女って。二人兄弟の次女なんです。下やろ。下やろ。 でそうやっぱそういうの学ぶもんなどうやったら怒られないかっていう容量やなそうか福ちゃん一人っ子やったっけ私は妹がいます長男長男かんおえと源ちゃんは僕は姉の僕が弟ですねやっぱりねこういう世界の天皇さんあ僕も兄さんと同じで姉のせやろそうかあのねやっぱこういうなんか業界すごいよ。 本当に多い。僕も末っ子みたいなもんでね、あの真ん中なんですけど弟が十離れてるんで、僕が十歳の時に弟生まれてるほぼ末っ子みたいなのでね、そういやそれ多いみたい。この業界は末っ子多いんです。多い。でやっぱりそのなんとなくこう養老化まして楽しく過ごしたいみたいななんかあるね。あんただから長男かだから。満堂さんも長男なんですけどね。あ本当。長男も多いですだから。 あとね、プロ野球選手ははあの四、ー、月五月六月生まれとかが多いとかね、そういう研究もあるやん。<ー> <laughs> そうなんですか。<laughs> 誰,が誰が研究したんですか。四月が一番多くて次五月六月七月とか。そうなんですね。野球選手。一二三月の早生まれは要するにもうほぼ。 ぐるっと10ヶ月違う中で同じ学年でやらなあかんからなかなか自信を得にくい4月5月6月で体体格差があってやるから自信持ってプレーして自己肯定感高まってスポーツといえばみたいなことでパーンとある人がいるほど。その代わり逆に1月2月3月の早生まれの人はあの歌がうまいんやって統計的にと月生まれ早く音楽の授業を学ぶからよねそうなんだ歌歌いの歌がうまい 歌あれ福ちゃんと歌聞いたことあったかな。歌うまいです、ね。歌うまいな。い<え>アナウンサーは歌上手くないけど無理って言われました、ね。まあ確かに耳がいいからいい声出し音出せる。えお箱なに？お箱は北の酒場通り。うん、北坂場似合うな <laughs> えっ。えとさえとねイントロどんなんやったっけ？チャラッて あっそっからな。 <music> 北の酒場通りには。長い。髪の女が似合う。わ <music> <music> かるか、そんなもん。わかるか、二十七歳。北酒場知らないから。らごめんなさい、上のパートやるんかと思ってます。タモリないから、北酒場に。うまいね。

全然生まないやんいやいやいや隣の部屋から聞こえてくるやつそうやカラオケボックスって生まないやんかもうもうほんまに今度カラオケ行きましょうでももういや無理よでも天吾さんあの歌な歌詞ええもんな希少典結ちゃんとあんねんな都会に行ったかわな物語 涙拭もめんのハンカチーブあなた別に星も涙拭くハンカチーブが欲しいというオッチの歌ですからあのちょっとあのまんじゅうこわいの確かに似てますそうかそうかそれのオマージュかな絶対違うですまんじゅうこいのオマージュもう恋なんてしないですかねあ、牧原のりうち今日は歌って張りました僕三月生まれなんですよちゃんとハードル上げてえらいちょっと行く

君、ああもう始まる？ほら君がいないとあもちろんです。どこの伴奏やってるのかなど居酒屋じゃないです。ずっとやっぱり女性の声聞こう。女性の声聞こう。藤林さん。藤林さんも歌うまいし。18番なんなの？私は浜崎あゆみさんのブルーバード。ええ？二三のあのね車じゃないの違う。車じゃないのよ。あなたは。車じゃないのよブルーバード。ブルーバード。あそうなの？えどどんないの？ 君がう青い空を共に行こうよ。君になんちゃららららららら難しい話はいらない君になんちゃらららららら。 ハヌケやな。あでもうまいな。う10月生まれの感じや。わ係10月生まれの感じや。わで10月生まれの感じ。次行きましょう。どうぞ。はい行きましょう。えっとモヤとメール来ています。はえラジオネームオセロヘア世代さん。尼崎にお住まいの方です。 今年私の先輩が定年を迎えられました、うん、職場では花束やプレゼント贈呈などちょっとしたご挨拶がありましたその日の飲み会で先輩はこんなことをぼやいていました<は>プロとしての仕事ができなくなったとか体力の限界が来たとか別にそんなんやなくて、うん、誕生日が来たからはい終了って何なん,なん 再雇用でお仕事は続けられてありがたいけれど給料は減る、うん、みんなお祝いしてくれるけど別にめでたい話でもない確かに、ね、先輩に言われた「定年は別にめでたいことではない」という人生前向きな先輩の言葉にはものすごく共感しましたが「うん、ほんま定年って何な,なんだろう?」と考えさせられるモヤモヤした一日でした。うん まあね、あね制度がね、そうやからね。確かに、ねうん、まあそれこそ落合さんは定年なんかないですもん、ね。そうやねんな、これがすごいとこやね。 死ぬまで死ぬまでそう座布団まで歩ければいいというそれぐらいのああそっかそっかあれですからやっぱり死ぬ直前まで落語やってたいいや別途で死にたいですけどかっこつけた落語の上で死ねたらみたいなで死にたない病院がいいわやっぱりそう医療を受けて高度医療を受けてそうを尽 福ちゃんも定年くんねんでこのまま行ったら石井さんも定年なくなりましたうやね。私はまだ定年の呪縛藤丸さんもフリーをから逃れられないでやっぱり今まで先輩でお世話になった人たちがだんだん本当にいなくなっていくんですよ。下がどんどん増えてきてんかまだね先ですけどどっかで「あこうなるんだいつか」 だから二十三歳で入って六十で仮に定年やとしたら三十七年間で十八で四十一ぐらいで折り返しやからねもうちょいですもうちょうやねいそうやねそうネタ一本しかないんですよいやでも定年後でもまだ同じのやっためっちゃまあもう磨かれてるやつねもうその一本ネタ完璧に人生をかけて職人化して面白い取れればいいんですけどね歌みたいに

テレビでネタやるやん A というネタをやってで劇場でもやったらもうテレビで見たことあるなるし歌手の人はどんだけ同じ歌歌ってもテレビで何回歌っても生で聴けたりと喜んでくれるけどお笑いそうじゃないっていうの難しいらしいなよーしてるのお笑いのそりゃねもうねなんかあったんですかこの時期は結構ピリピリしてピリとするのかなんもそんな話もしてるわ次も行きますか はい、また時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、も、やっとメールラジオネームハッシーさんからです。うんうん、お灸を据えるという言葉にもやっとしています。うん、きつく懲らしめ戒めるというような意味ですが、体にいいやん。ん と思ってしまいます。確かに。でも、そうよね。確かに。本人のために言ってあげるという意味合いで考えると、合っていると思うんですが。ただ単にきつく怒るという感じで使われることが多い気がするので。もやっとしてしまいます。考えすぎという。これはもう言葉を研究してる。言葉を研究してるわけじゃないです。だからって、別にこのことに関して何も思わないですけど。呼吸を据える別に、まあ、でも分析すごいですね。あの。 体にいいですよねだからもうありがとうございますってなるのか確かに説教してる人ってその人のためになると思って一応言ってるという前提ですもんね一応ね途中からもう説教することが気持ちよくなってる時間はあるなとは思うけど一応熱いというのはあるからな熱がこもってるっていう意味合いでこれ針を刺すというわけでしょ針切療の針を刺すあれ痛ないから。をす 先に言っとくみたいな感じですか。あ、れ釘を刺すかあれ。釘を刺すね。うん。ハリないですね。お給ってやるんですか今の若手落語家さん。お給は。それこそね、僕らの M1 みたいなね NHK 新人落語大賞いうのあるんですけど、天狗くんが決勝で去年やったネタが豪上級というね。豪上級。お給をテーマにしたネタ。あのまああの俺暑ないっ中、まあ豪上な人がお給を据えて暑いけどお暑ないっ中ネタなんですけど、まあやらな かんかやっぱお給もちょっっっとと試しててみようと思う、えー、やほんでんいいあの京都で千年宮っていうまああの有名なやつ工程やったんですけどんかやっぱ体に優しいように作られてるからなんかすごい 暑くないんです。そこまで暑くない。今のやつはね。じんわりぬくいぐらいの。なんか気持ちよかったですね。ピンポイントでね。ああ、なるほど。まあ、まあ、そんな本格的なやったことない。偉いはちゃんと勉強してますよ。いいですよね。あ、あれ、NHK の新人落語大会。はい。僕、あれ、毎年。あれ、見てたん。あ、で、出てあった。最後の六組ぐらいのやつ。はい、去年。僕と元太に。あ、出たよ。出ました。あ、本当。はい。完全に忘れてる顔してる。毎年。 土日かなんかの昼に2時3時にやるやつやろう。そうです。そうですね。はい。はい。ね、今年のはこの間あ。あ、ど惜しかった。

だから人間の業の肯定ですねいいか太田田中切るんじゃねえぞ田中は日本の安定です <laughs> はいありがとうございました <laughs> それではそろそろお時間も迫ってまいりました <laughs> はいちょっとこの人に登場していただきましょう焼きそばカオルの今夜のハイライトあ不思議発見や <laughs> この曲も変えなきゃいけないなって話もしてるところなんですが、<laughs> 焼きそば薫さんというですね。ラジオをずっと聞いてる人がいるんです。はい、ラジオに関するコラムを書いてる。ラジオコラムニストの焼きそば薫さんが、実は今日は収録なんですけれども。えー、東京で。頑張ってください,、はい。リモートで聞いてくださってましす。<laughs> しありがとうございます。いい今日のハイライトをちょっとね。発表してもらいます。焼きそばさん。 はいハイライトハンターこと焼きそばかおるです,すあミステリーハンターならぬねそんな2ながありがとうございますライタ <laughs> 大田ヒカルさんのある R1 グランプリチャンピオンの時のネタを作ったのは焼きそばかおるさんです、えー、なんで毎回それ言うのこれを言わないと焼きそばさんの凄さが伝わらないう確かにそう言葉に重みがすごいねすごいね どうでもよくないですよねアークは落語ですからねそうなかなかね最初で一回目大変だったんですけどねすごいんですよ焼きそばさんさん今日のまあ収録聞いてくださったと思うんですけどどうでしたでしょうかなんかハイライトありますでしょうかあ、では参りたいと思います焼きそばからの今夜のハイライトはこちら西さんが福島さんを呼んでいった粋な一言おーい ちょっとじゃ復習しますとあれですねあのヤングタウンが賞金一千万もらっても会社のものになったら君辞めるやろ君のところ心に入るように人事と掛け合ってるからっていうこれすごい話これすごい話だなと思いましたかっこいい理想の上司ですよ本当に優勝するかもしれないしやる気になってもらいたいしとかいろんな思いが込めてますもんね僕はあのヤングタウンの一回生の動画見たんですよ で見てすごいと思ったのが、うん、福島さんが舞台袖から出てくる時のもう大御所ぶりみたいなた、うん、そう。でもこれねあえてなんですよね。意識的にやってるんですよ。ー 1> ゆっくりやるの。M1 ってみんな早いんですよ。うん、マイクのとこに行くまでやっぱり急あるから。うんはい、そこはもうゆっくりでようってく、はいね、食うんですけどもういいっつって。堂々としたらなんか面白くなるだろうっていう。なん にやけてしまいすよねお客さんがなお若いのも分から若い,い。二 <laughs> 人ともうぐいす入れのジャケット着てるんですよ。あなここかみんな,なんかパンクロッカーみたいな格好してるのに。いやいや、昭和感のな。そそうそう,そう,うダブルのをついに出てくるから、もうそれでいこうって言って。うん、そうなんですよでも,でもその福島さんがなんか、うん、ずっと堂々とボケてる感じがすごいなと思いまして。<ー><ー>あ確かに なんかオードリーの春日さんじゃないですけどあ確かにね一回定着するとちょっと本当とクになる感じがお高評価すごくしましたいけそうですかす、うん、この先準々決勝ですかうですかいやあもうえどうですかねいけると思う <laughs> <laughs> 僕でも思ったのは、うん、あの M1 の決勝ってスタジオじゃないですか、うん、であん時にどんな感じで出てくる かっていうのとかってもうシミュレーションされてるから下からの競り上がり競り上がりでガーッと開いてねやはりいつもとは違う雰囲気になるんでまあそうですね確かに縦に出てきますもんね上から下に降りていく感じですもんねまあちょっと上下を意識してそこはやろうかな天吾の天吾さんの金言をあとあの決勝に残った場合絶対にあの M1 のドキュメンタルの密着がずっと入ると思うのでそうですねほん それがどこを映すのかっていうのが僕すっごい楽しみです。それ毎日放送が映る。すごいな。毎日放送まで来ると思います多分。映ってほしいわ。ABC で流れんでもね。アナザーストーリーでお母さんに電話してるとこ見たいもん。見たい。見たい。見たい。 なるほど。ダイヤルさんが、なんか非常階段みたいなところで。めっちゃ嬉しい、言うて言うての、すっごいそれも印象残ってる。ああ、今だ。見せへんもん。そう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 。あるわ、そういうのあるわ。あの時だけは芸人さんのここなんか。すべてを見てる感じがします。あのね。部位えもんな、なんかドラマ。けちゃうんですよね。畑中風さんのナレーションがね。年々ためがすごくなってるんですよねど、ど、どんな、どんな、ちょっと真似して。毎年決まってるフレーズがあって、俺たちが一番面白いってのあるんですけど。数年前までは。 俺たちが一番面白いぐらいだったんですけどもう去年とかになると「俺たちが一番 面白しろいお前はもう凄いんですね後ろは暑いからすごい楽しみ今年の見方も変わってくるわけで食べるんやろすごい楽しみです。暑いですよねなるほど落語家の二人にはありますかてんさんと元太さんなんかすごくシュッとされてて写真見た時だとなんかその そうやっぱり若いっていいなと思いましたヤキさん雑すぎますよそちょっと休んでましたヤキサマさん, <laughs> <laughs> んでも27の二人捕まえて今あんまりほら髪型の落語家さんの若い人がラジオで喋ってるってあんまりないじゃないですかないですよね、えー、ないと思いますその辺はどうですかお二人のいや最初のゲンタさんがおっしゃった 古い関西弁を使うようになりたくないっておっしゃってたらポップな感じになると思いますのでップな感じ徐々に染まりつつあるでまあその良さもあるんですけどもちょっといろいろね考えながら大きいとか言うんにはね大きにまあちょっと言ったことないから僕居酒屋とかで同級生とかと落語関係ない人と飲んでる時大きにとか言うたら「え大きに」って言ったこいつっちょっと浮いちゃいます。 まだ言わんやろ、ちょっとはまかれに言ってた絶対言ど私にはありますか、さんあとですね、前半で福島さんのヤングターの話を3、40分ずっと聞いてたんですけど、それを言った40分前経った時の石井さんの一言まあとにかく頑張ってこれが石井さんのね、他人に興味がないというのが、この強みではあるんですよ、藤林さんにはございますか。 藤原さんね、えっとナレーションの番組の特番がめちゃくちゃ面白かったよ。関係ないじゃんおや。今日のおや関係ないじゃん。すごい。どう見たり。 ドキュメントじゃなくて橋本の子さんと一緒にあの一時間トークしたんですかああれらナレーションのあれこれについてあ高評価ですよありがとうございますあと浦和健文録も聞いておりますあありがとうございます頑張っておりますただの女性アナウンサーが好きな人みたいになってます今日収録でお送りしましたがこのまさにこの時間に準々決勝戦ってますうわすごい楽しみ結果どうなるというただこの不断議談議次回は一月二十九日なんで

あのーあのー、僕今日ずっと源太さんがオンエア中にね、はい、こう喋る時に。 こうなってるのはああめっちゃなんか昔の深夜ラジオみたいと思ってなんかああいいなと思ったんですよえこうだとエラソンに見えまけどいやさに見えますよだけどやっぱリラックスして喋ってるっていう形で喋ってちょっと初めはね緊張こうなってたんですけどちょっとた楽しなってきてなんか実家みたいなごそうそうそうすいませんこう喋ってるのがなんか昔高人さんとかのバズバズみたいなもうバズってそうそうそう僕なんかすいや僕はいいなと思ったんですそれ高人さんやからいいんですよ逆に僕らとしたら嬉しい 嬉しいこんなふうに、ね、20代の落語家さんがこうやってやってくれたら嬉しいな 意外とやっぱ落語家さんってこういうとこ来だときちんとやっぱまあ確かにね、多いんで、むしろ僕はこういう新しい世代、新しい世代、そうなんチェックボール開いて自分で、いやいや最高、嬉しいですよ僕らからしたらね。いますゲストでこっち喋ってる。今最悪や。ロバートデニールじゃない。すごいですよね。大物ですね。大物の落語家さすが昨年大賞で、軍人賞かと思いました。や温かれる感じました。まあオヤツは今。

戦っておりまして、さあ、結果どうなる。まあ、これアーカイブ残るんで、まあ、もう結果出てる時に見てくださる方もいると思う。ええとね、二十日はまだ出てないかもしれません東京会場もあるので。そうか、そうか。東京会場って保険の会社じゃないですか。東京会場。二十三日。二十三日。ええ。だから、アーカイブで見た人は。ああ、もう。もう結果出たのになという人もいるかもしれない。じゃ、最後意気込み、言って、僕ら送り出すから。もう応援してるから。わかりました。頑張ってよ。 これ,これ今17日です。20日が準々決勝です。頑張ってよはい、勢、はい意気込みどうぞ。ペッペンとおたるでおおーお漫才師やえぇわては何にわの漫才師やあれ大阪出身やったっけ宮崎。うわ<ー>さよなら。ふはということ。